俺は15年前に離婚した。娘は妻が引き取って、俺は二人と生き別れてしまった。それから時が経ち、ずっと会いたいと願っていた娘が、なんと俺が働いている会社に入社してきたのだ。私の父は仕事のしすぎで無理がたたって亡くなったと聞いています。そんな父が生前働いていたのがこの会社でした。入社式の新入社員代表挨拶にて、そう語る娘。彼女の中では、俺はもうこの世にはいない存在となってしまっていた。俺は田中直樹。自分で言うのもなんだが、昔ながらの仕事人間だと自負している。平日だろうが休日だろうが、仕事仕事の日々。おかげで妻の幹にも捨てられてしまった。今となっては、元妻の彼女との出会いは、ある雨の日のことだった。天気予報をまともに見ていなかった俺は、傘を持つことなく出勤してしまった。そして見事に帰り道で降ってきてしまったのである。周りの通行人は皆傘を差していて、カバンを雨よけに使っている自分が目立っているように思えてしまう。雨足はひどくなる一方、仕方がないので、俺は近くにあった店に入って傘を買うことに決めた。そこは雑貨店らしく、ハンカチやコップなど幅広い種類の商品が並んでいた。傘は。店内をうろうろしていると、カシャンという嫌な音がした。その方向へ視線を向けると、商品のペンダントが落ちてしまっていた。どうやらカバンがぶつかってしまったようだ。すいません。音に気がついて、どうしましたかと駆け寄ってきた店員さんに。俺は慌てて謝りながら、それを拾い上げる。よく見ると、落ちた時の衝撃で欠けてしまっていた。カバンがぶつかって落としてしまったようで、これ買い取ります。勢いよく頭を下げると、店員さんは目をパチクリとさせた後に柔らかく微笑んだ。気にしないでください。ここだけの話、入荷した時にこのペンダントずっと気になってたんです。だから私が買い取りますよ。その店員さんこそが、旧姓の中井という名札をつけたミキだった。その優しい笑顔が忘れられず、俺は何度もその店に通った。彼女に名前を教えてもらえた頃、俺はペンダントのお礼にと食事に誘った。今度食事に行きませんか？驚かせて断られるかもしれないと思ったが、ミキは心よくうなずいてくれた。彼女も彼女で、商品を落とした時に、俺が正直に伝えてくれたのが印象に残っているそうだ。それから俺たちは何度も食事に行った。そして交際が始まり、お互い仕事の日は帰りに一緒に食事をしたり、休みがあったらどこかへドライブに行ったり、デートも重ねていった。そんな矢先、ミキの妊娠が発覚したのだ。俺はプロポーズし、彼女と結婚した。いわゆるできちゃった結婚である。幸せの絶頂だった。結婚生活の最初のうちは。もちろん時間が経っても幸せだったが、それよりもプレッシャーの方を強く感じるようになった。実はミキの実家はかなりの資産家だった。結婚の挨拶で訪れた際に、なんて大きな家なんだと驚いたのをよく覚えている。本当はお見合い結婚をさせたかったんだけどね。まあ、ミキが決めたなら。ミキの母親はため息混じりでそうつぶやいた。本当は俺と結婚することを認めたくなさそうな、そんな本音が透けて見えた。お見合い、俺には縁遠い別世界のような言葉。相手の男性についての情報は知らないが、きっと同じような金持ちの家なのだろう。何不自由ない生活でやりたいことをのびのびとできるような。対して当時24歳の俺はまだ入社2年目で、新人とこそ呼ばれなくなったが、まだまだ安定しているとは言えないような状況だった。ミキにも
生まれてくる子供にも苦労はさせたくない。そして義両親にも俺にミキを任せて安心だと思ってもらえるようになりたい。そのために俺はがむしゃらに稼がなければならない。その一心からひたすら俺は仕事に打ち込んだ。平日は朝早く出勤、残業が当たり前、土日でも出勤するか家に持ち帰るかのどちらかで仕事をしていた。家庭を顧みない俺にミキはすっかり呆れてしまっていた。ねえ、今日も仕事なの？玄関で靴を履いている時に背中に投げかけられたミキの声。今日は土曜日、世間では休みの人が多いが俺には関係のないことだった。もう少し家族との時間を大事にしてほしいの。ミキはそう言うが、仕事をすればその分給料が増える。ミキと娘の前に不自由のない生活を送ってもらうために俺はひたすら働かなくてはならなかった。翌日の日曜日も翌週の土日も俺は仕事に行った。舞が幼稚園生になって園の発表会や運動会など行事があっても俺は仕事を優先した。すべては家族を守るため、義両親に認めてもらうため、ずっとそう思ってやってきた。それなのに。話があるの。ある日仕事から帰るとミキがある書類を手に俺のことを待っていた。離婚届という文字がやたらと大きく見えた。どうして離婚を切り出された？俺はこんなにも必死に家族のために頑張ってきたのに。そう言いたい気持ちをぐっとこらえた。愛するミキがそう言っているのだったら自分にはそれを拒否できない。こうして俺は結婚生活に終止符を打つこととなってしまったのだった。当時8歳の娘を連れてミキは家を出て行った。それから15年経った今でも俺は二人のことを忘れた日などない。月日が巡り、また春になって入社式の日がやってきた。俺も昔はあんな感じだったかなと背筋をまっすぐ伸ばして少し緊張した様子の新入社員たちを見て思った。式は筒がなく進行し、司会が次のプログラムをマイクを通して言う。続いては新入社員代表の中井舞さんによる挨拶です。え、聞こえてきたその名前に思わず声を発してしまった。隣の人には聞こえてしまいそうなくらいの声量だったが、周りの拍手の音にかき消されて誰にも聞こえなかったようだ。どうして俺が驚いたのか。それは代表の名前が娘のものと同じだったからだ。それにマイクの前に立ったその女性は出会った頃の元妻ミキにそっくりだった。舞はお母さん似だね。そうかな、口元はあなたじゃない。そんな会話をした記憶がよみがえってくる。いやでもと俺は小さく頭を振る。名字も名前もそこまで珍しいというわけではない。彼女が俺とミキの娘かどうかなんて確信は持てなかった。女性はまず一礼し、会場全体を見渡した。俺はなんとなく目立ちたくなくて、さっと顔を伏せて彼女の視界に入らないようにした。まっすぐ前に向き直ったのを横目で確認してから俺も顔を元の位置に戻す。その女性は軽く唇を噛むような仕草を見せてから挨拶を始めた。あの癖。俺も同じだった。人前で何かをしなければならない時など緊張すると唇を噛む癖があった。それは娘の舞も同じだった。俺は仕事で行事には行けなかったから、ミキが毎回必ずビデオを撮ってくれていた。それを後から見せてもらうと、発表会でステージに出てくる時や運動会のダンス発表の時、娘はいつも唇を噛んでいた。もしかして本当にあの子は。
私の父は仕事のしすぎで無理がたたって亡くなったと聞いています。彼女は突然自らの生い立ちについて話し始めた。幼い頃に両親は離婚してしまい、私は母に引き取られたので、父との思い出はあまりありません。父がどんな人だったか、私はあまり知りません。少しでも父について知れるのではないかと思い、働いていた会社について調べ始めました。そして自分も入社したいと思うようになったのです。特に残業ゼロを推進しているところが気に入りました。そう、この会社は以前までは過酷な労働環境で残業など当たり前だった。しかし時代のニーズに対応できていないということで、ある時改革が行われ、残業ゼロを推進するようになったのだ。中心となって進めていったのは他でもない俺だった。俺も仕事ばっかりで全然家族との時間を大事にできてないんだ。俺も仕事人間だって呆れられちまってるのかな。ミキと離婚したことが知られた時に同僚に言われた言葉だと自重するように沈んだ声で言っていたが、頭から離れなくなった。家庭の時間、そして自分自身の時間を大事にする時間が持てない社員は俺だけではなく他にもいるのではないか。そう思った俺は社員の意見を集め、社内運動を行った。その結果、今の環境を勝ち取ったのだ。そんなことを思い返していると、いつの間にか挨拶は終わっていた。俺は席に戻った代表の女性の姿を見つめる。何度見てもミキにそっくりだとしか思えない。それに彼女が語った生い立ちから、やはり自分の娘なのではないかという思いが強くなる。でも自分から声をかけられる気がしなかった。幼い頃に自分を捨てたと俺のことを恨んでいるかもしれない。父はすでに亡くなっていると聞かされているのなら、俺が父親だなんて言っても混乱させてしまうかもしれない。入社式が終わって周りの社員が移動を始めても、俺はしばらくその場から動けなかった。誰かに肩を叩かれる。その声にハッとした。先ほどの入社式で聞いた声だ。中井さんだね。入社おめでとう。何と言っていいかわからず、そんな他人行儀な言葉が口から勝手に出てきた。違います。私、本当は田中っていう名字だったんです。そう言いながら、彼女はスーツのポケットからあるものを取り出して俺に差し出してきた。それは欠けているペンダントだった。間違いなく俺とミキとの思い出のもの。金属部分が少しくすんでいて、購入してから長い年月が経っていることがわかる。本当は田中、そしてペンダント。俺は目を見開いてゆっくりとまばたきをした。これ父の形見なんです。母がずっと大事に持っているものです。そうなのか。ミキはずっと大切に持っていてくれたのか。その事実を聞くと、もしかしてまだミキは自分のことを愛してくれているのではないかと勘違いしそうになる。しかし別れたのはもう15年も前。そんなに長い時間があれば、この会社の労働環境が変化したように、物事はいろいろと変わっていく。きっとミキの気持ちだって。どうして？これを自分にと言おうとしたが、俺はそこで言葉を詰まらせた。もう他人行儀な返事などできない。覚悟を決めて、俺は言葉を発する。実は俺が君の父親なんだ。うん、分かっていたよ。亡くなってないってこと。だから
この会社に入ったんだもん。舞の瞳は心なしか涙をこらえるように潤んでいるように見えた。声も少しずつ上ずって震えている。それをごまかすためか、入社式の時に顔をそらしてたよねなんてからかわれた。私を娘だって気がついてくれてありがとう、お父さん。15年ぶりにお父さんと娘が言ってくれた。お父さんと幼い頃の舞が俺を呼ぶ声が重なる。娘にこう呼ばれるだけでこんなに幸せな気持ちになれるなんて。お父さんに会ってお母さんはずっとお父さんのことを思っているよって伝えたかったの。え、でも俺が仕事人間なばっかりにミキに愛想を尽かされたのかと。違うよ、お母さんはお父さんの体をずっと心配していたの。私たちが一緒にいたらお父さんが仕事を余計に頑張り続けちゃうんじゃないかって。だからお母さんは離れることを選んだんだよ。そうだったのか。仕事を優先しすぎて呆れられて別れを切り出されたのだと思っていたが、まさか自分のためだったとは思わなかった。すまなかった。俺は勢いよく頭を下げた。お父さんと慌てたような声が頭上から降ってくる。お父さん、顔を上げてよ。そう言われても俺はなかなか顔を上げられなかった。あの時の自分はなんて愚かだったんだろうと思うと、頭を下げるのをやめられなかったのだ。謝るなら私じゃなくてお母さんに直接謝って。その言葉に俺はゆっくりと姿勢を元に戻した。そうだな、そうだよな。俺がそうつぶやくと真剣な目をした舞が力強くうなずいた。舞は大学卒業後の進路について考えていた時期のことを教えてくれた。苦労をかけてしまった母親のミキに何か恩返しがしたいとずっと思っていたらしい。舞が本当にやりたいことをしてね。あなたが幸せでずっと元気にいてくれることが私の幸せなんだから。ミキはそう言っていたが、それは舞も同じだった。ミキにはずっと幸せでいてほしい。二人でずっと幸せに暮らしたい。いや、違う。二人じゃない。父親、つまりは俺を含めた三人で、だ。舞はミキがペンダントを肌身離さず持っていることを知っていた。お母さん、それ何？舞は数年前にミキに尋ねたことがあった。これはね、お父さんとの思い出のペンダントなんだよ。そしてその後に父は亡くなったと告げられた。ペンダントを眺めるミキの目は幸せそうだけどどこか悲しそうだったのを舞はよく覚えていた。家族三人で一緒にいることがミキにとっての幸せなのだろう。でも俺はすでにこの世にいないと彼女から聞かされた。本当に？舞は俺についてあまり知らなかった。それはそうだろう。俺が家族の時間をあまり取れていなかったのだから。何かわかるかもしれないと思って何気なく俺が勤めていたと聞いている会社をインターネットで検索し、出てきたホームページを開いた。あ、この人。すいすいとスクロールしていたが、ある写真を見つけてピタッと手が止まった。そこに写っていたのは田中直樹という名前の男性。ミキがペンダントと一緒に大事に持っていた写真の中に全く同じ見た目の人がいた。それこそがまさに俺だ。亡くなっていない。今もこの会社で働いているのだ。どうにかして会いたい。そしてミキにも会ってもらいたい。そう思った舞は思い切ってこの会社を志望することにした。もちろん俺に会うことだけが志望理由ではなく、会社について調べていって
それで本当に入社したいと思うようになっていったのだ。そして内定をもらい、なんと新入社員代表の挨拶を任されることとなった。これで前に立って話せば、俺に気がついてもらえるかもしれないと心よく引き受けることにした。でも会いたいという気持ちと同時に、俺が自分のことを忘れていたらどうしようという不安ももちろんあったらしい。長い年月が経ち、子供だった舞も大人になっている。見た目ではもう娘だと分かってもらえないかもしれない。それにもう新しい家族がいるかもしれない。そうだとしたら会いに行くと迷惑になってしまうのではないか。そんな気持ちを抱えながら舞は代表として立っていたのだ。俺はとあるカフェにて人を待っていた。そわそわして落ち着かず、椅子にもたれてくつろぐこともできずに、背筋を伸ばしたまま注文したコーヒーを何度もちびちびと口に運んでいた。そろそろ着くよ。今回この場を設けてくれた人物からメッセージが入る。そろそろかと俺は服の襟を正したり、持っていたハンカチで手汗を拭ったりした。お父さん。スーツ姿ではない、大人になってから初めて見る私服姿の舞。その彼女の後ろにミキが立っていた。舞が俺たちを会わせるために日程や場所を決めて、そしてミキを連れてきてくれたのだ。久しぶりだな。本当に。お互いややぎこちなく挨拶を交わし席に着く。本当にすまなかった。俺がもっと家族の時間を大事にしていれば。謝罪をする俺の肩にミキが何も言わずに優しく触れた。前から聞いた。離婚したのは俺にこれ以上負担をかけないようにするためだって。ミキは俺に転職を勧めてくれたり、体の心配をしてくれたり、ずっと気にかけてくれていたのに。当時は本当に直樹さんがこれ以上頑張ったらどんどん体調が悪くなっていくんじゃないかって不安だったの。でもとミキは俺の顔をじっと見つめて微笑んだ。今はよく眠れてるみたいでよかった。ちゃんとお休みが取れているのよね。15年前までは目の下にクマがあることが当たり前だった俺は、改革が進んでいき、会社が変わってゆくにつれ、きちんと睡眠を取れるようになって、それがなくなったのだった。ああ、休日出勤も残業もない。本当にあの頃は心配ばかりかけたな。それを聞き、ミキはほっと息をついた。俺は15年間ずっと二人のことを忘れたことはないよ。ええ、私も。俺は肩に置いてあるミキの手を取り、ぎゅっと握った。彼女も同じように握り返してくれた。ありがとう、舞。俺たちを会わせてくれた舞に感謝を伝えると、照れくさそうに笑った。そして空いている方の手で舞の手を握った。15年前に亡くなってしまったと思っていた家族のつながりを、今ここでようやく取り戻せたのだ。ねえ、今日日曜日だよ。仕事に行くの？ああ、俺がリーダーとして任されているプロジェクトだからな。今日も遅くなるかもしれないし、ご飯は先に食べてていいから。舞が生まれてからも俺はずっとこの調子だった。休日を3人で過ごしたことはほぼなく、いつもミキと舞の2人で近くの公園に行くか、家で一緒に舞の好きなアニメを見たり、絵本を読んだり、おもちゃで遊んだりするかのどれかだった。ごめんな。舞をどこかショッピングモールとかに連れて行ってやってくれ。少しでも2人には良い思いをしてほしい。それで俺はお金を渡していたが、ミキが本当に必要なのはそれではなかった。もちろん
前には楽しい休日を過ごしてほしいし、ミキもたまにはどこかへ出かけたい気持ちもあったが、3人で一緒に過ごすことより大切なことなどミキにはなかったのである。遊園地やショッピングモールなど遠出できなくったっていい。家で3人でのんびりできるだけでもミキにとっては幸せだった。そのことに当時の俺は気がついていなかった。平日だろうが土日だろうが関係なく仕事に行って、帰りはいつも遅い。それに朝も早くから出社するので睡眠時間はあまり取れていなかった。土日に家にいるとしても何かしら仕事を持ち帰っていて、ずっと書類かパソコンとにらめっこだった。仕事で成果を出し、不自由なく生活できるくらい稼ぎを得たら、ミキの両親に認めてもらえると思ってのことだ。すべてミキやマイ、家族のための行動だった。ミキ、こんなこと言うのもなんだけど、本当に直樹さんと一緒にいていいのかしら。両親は俺のことをよく思っていなかったので、実家に顔を出すたびに母親からそのようなことを言われていたという。そのたびに彼女は反論し、俺のいいところ、そして自分は一緒にいて幸せであることを力説してくれていたが、義両親の考えに変化は見られなかった。両親が分かってくれないこと、俺は仕事ばかりで自分の体を顧みないこと、その板挟みになってしまい、ミキは誰にも弱音を吐けなかった。直樹さん、転職するのはどうかな。直樹さんなら他の会社でも絶対うまくやっていけると思うし、残業も休日出勤もないところに行ったら家族の時間も。ある時にミキから転職を勧められたが、俺は首を縦に振らなかった。実は昇進の話が上がっているんだ。そしたら給料も上がる。今転職したらチャンスを逃すことになるんだ。立場とともに給料も上がっていく。そしたらミキと舞に余裕のある生活をさせてあげられると思って、俺は昇進の話を受けるつもりだった。だから転職するなどという選択肢は頭になかった。でもミキにとっては、立場が上がって任せられる仕事が増えたら、もっと休む時間がなくなってしまうという心配しか頭になかったようだった。毎朝洗面台の鏡で見る自分の顔はひどいものだった。まともに眠っていないのでずっと消えないクマ、げっそりとした顔。こんなありさまを毎日見せられていたら、ミキが気に病んでしまうのも当然だっただろう。いつからか彼女の顔もげっそりとするようになっていたことに、どうして俺はすぐに気がつかなかったのか。きっと自分たちがいたら俺が頑張り続けてしまう、自分たちのせいで俺に辛い思いをさせてしまっているのだとミキは思うようになった。俺自身は本当にそんな風には思っていなかったのに。これ以上俺を苦しめるわけにはいかないと決意し、ミキは離婚届を役所でもらって記入を済ませた。いつも俺が仕事で遅くなる日は先に舞と食事を済ませて寝ていたが、舞を寝かしつけた後、ミキは寝室からリビングに戻り、ソファーに座ったままじっと帰りを待っていた。俺は帰ってからまだリビングが明るいことに驚いた。もう二人は寝ているものだと思っていたからだ。ただいま。あれ、起きていたのか。テレビはついていたが、舞を起こさないように気遣って音量が小さく設定されていた。ミキはその画面に視線を注いでいたけれど、神妙な面持ちをしていて内容は頭に入っていないように見えた。流れていたのはバラエティ番組で、何か面白い場面があったようなのだが、俺たちの間に笑いは生まれず、テレビ越しの出演者の笑い声だけが虚しく響いた。話があるの。緊張しているような、悲しくて涙をこらえているような、そんな震えた声。嫌な予感がして自分の顔がこわばっていくのを感じた。どうか予想が外れてほしい。
そう願ったけれど、ミキの手元にある書類を見ただけで全てを察してしまう。それは離婚届だった。どうして離婚なんて。俺は今までずっと家族のために頑張ってきたのに。一体俺の何がダメだったんだ。そう言いたかったけれど、結局は口から何も言葉は出てこなかった。現実を受け入れたくなくて、ミキから視線を外して、うろうろとさまよわせる。テレビはまだ消されていなかったので、何か音が出ていたはずなのに、何も耳に入らなくて、長い長い沈黙が続いたように思えた。でも、ドラマか何かの CM が流れ、その中で、最終回という言葉が出てきたのだけは、はっきりと聞き取れた。最終回。もう終わってしまうということか。悲しくて仕方なかったけれど、すがりつくことは俺にはできなかった。どうにか分かったとだけ言い、離婚届を記入した。届けは俺が翌日仕事に行った後、ミキが提出した。こうして俺たちは生き別れることとなったのだった。離婚後、ミキは実家で義両親の手を借りながら舞を育てた。義両親は何も言わずに二人を受け入れてくれて協力してくれていたが、別れてくれてよかったと思っているかのような雰囲気が伝わってきたという。実家に戻ってから半年ほど経ったある日のこと。ねえミキ、お見合いしない？お見合い話を持ちかけられるようになったのだ。今は前のことで手一杯だし、それに私は他の人なんて。とりあえず会って一緒に食事するだけでもいいのよ。あちらの方がぜひあなたに会ってみたいって。最初の方はミキも断っていたが、そのうち推しに負けて一度だけならとその話を引き受けることにした。相手の男性は物腰柔らかで話上手で、彼のリードもあり会話が弾んだが、この人じゃないという思いがミキの中から消えなかった。やっぱり私は直樹さんじゃなくちゃ。彼女はずっとそう思ってくれていた。何人か会ってみたが、ミキは誰とも2回目以降会うことはなかった。それ以降何度話を出されても断り続けた。義母はそれでも諦めずに男性の写真などを見せたりとアピールをしてきていたが、ミキの断固とした態度にとうとう何も言わなくなったそうだ。舞が寝た後、学校に行った後など一人になると、ミキはペンダントをぼーっと眺めていた。元気だろうか。相変わらず仕事が忙しいのかもしれない。少しでも落ち着いて体を休める時間が取れているだろうか。いつかまた一緒にいられる日が来るだろうか。ミキは別れてもなお俺の心配ばかりしてくれていた。そんなミキの様子をある夜、先に寝たと思っていた舞が見つめていた。お母さん、それ何？不意に尋ねられてミキは驚いたが、優しく微笑んでこれはね、お父さんとの思い出のペンダントなんだよ。そう答えた。お父さん元気かな？行事も行かず、休日もまともに一緒に過ごせたことはない。平日だって帰りが遅くて食卓を共に囲めない。振り返ったら本当に申し訳ないことをしていたのに、二人とも俺のことを何度も何度も思い返してくれていたのか。その時ミキは、自分がこんなようではダメだと強く思った。離婚してからだいぶ時間が経った。それでもミキは前に進めないでいた。過去の思い出ばかりを振り返って先のことを考えられていなかった。お父さんはね、もういないの。仕事のしすぎで無理がたたって。それは舞というより自分自身に強く言い聞かせるように。俺はもういない。そう思わないといつまでもずるずると引きずってしまいそうだったので、それを断ち切るために
ミキはそんな嘘をついたのだった。俺は何も知らなかった。ミキが離婚を切り出した本当の理由も、俺を亡くなったことにした時の気持ちも、そしてそのミキの本当の気持ちに舞が気がついていたことも。再会してから少しの間は、舞が食事や映画に誘ったりしてくれていた。しかし、お父さんとお母さんと二人きりでデートしてきなよ、という言葉に背中を押され、二人だけでも会うようになっていった頃、俺はミキに二度目のプロポーズをした。俺とまた結婚してください。はい。差し出された俺の手に重ねられたミキの手。その小さな手に、どれだけの負担をかつて持たせてしまっていたのだろう。今度は絶対にこの手を離さない。どんな苦労も二人で、三人で乗り越えていきたいと思った。そして、ミキの両親へと再婚の報告をしに行った。きっと私たちのせいで苦労をかけてしまったわよね。本当にごめんなさい。ミキもすまなかった。直樹さんほどミキのことを思ってくれる人はいない。素晴らしい人だ。義両親は、俺が今はホワイト企業の管理職という立場だから認めてくれたわけではない。もちろんそれも理由には含まれているとは思うが、15年もの間互いが思い合っていたという気持ちの強さ、認めてもらうために努力し続けたことが二人の心を動かしたという。こうして俺たちはまた家族三人で暮らし始めた。長い年月が経ったら、変わるものも変わらないものもある。娘は大きくなり、会社の体制は改善し、義両親の考えも変わってくれた。でも俺とミキは変わらなかった。いや違う、俺たちも変化していた。前は家族という一番身近にいる存在だから何も伝えずとも自分の気持ちは理解してもらえると思っていた。エスパーが使える超能力者ではない。ただの人間なのだ。大事なことは言葉にしないといけない。そのことが長い時間をかけて改めて分かった。愛してるよ。これからもよろしく。だから俺はこの先もずっと素直に家族に自分の気持ちを伝えていく。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あ、やっと出たわね。ひどいじゃない、拒否するなんて。なんで出ないのよ。まあいいわ。そんなことどうでもいいし。それより、しばらく迎えに行けないから後はよろしくね。レンはあんたの家の前に置いてきたんだから、ちゃんと面倒見なさいよ。猛暑日の中、義士は電話越しにそう怒鳴りつけ、子供を私の自宅の前に置き去りにしていった。しかし、今自宅に私はいない。彼女は、そんな自分の勝手な行動が取り返しのつかない事態につながることに、まだ気がついていなかった。私は森崎千恵子、結婚5年目の29歳だ。夫である誠とは、会社の同期として知り合い、同期会が開催された際に隣に座ったことがきっかけで知り合った。そこで好みがよく似ていることを知り、話が盛り上がったのを覚えている。価値観や金銭感覚が近かったこともあり、意気投合した私たちはトントン拍子で付き合いに発展。付き合って2年目の私の誕生日にサプライズプロポーズをしてもらったのだ。お互い一緒にいると居心地の良さは感じていたものの、普段の誠はサプライズなど考えるような人ではない。ケーキの箱の中に指輪の箱が入っていた時は驚きと同時に感激してしまった。直接言うのはなんだか照れくさい気もして、こうでもしないと言い出せない気がしたんだ。そう笑っていた誠にすぐに了承の返事をして、晴れて私たちは結婚、一緒に住み始めたのだった。
誠の両親も彼に似てとても優しい人だ。しかし、誠の姉であるユイさんとだけはあまり価値観が合わなかった。そもそも初めてのご挨拶の時から様子が変で。千恵子って名前、なんかおばさんっぽいわね。と、面と向かって言ってきたり。誠と同じ会社ってことは、あまり収入は多くないのね。などと言ってきて、空気の読めないふりをしながらの私へのディスりが止まらない。義両親や誠はそんなユイさんをたしなめてくれていたけれど、どうにも止まる気配はなかった。当然私はカチンと来てイライラしていた。しかし当時はまだユイさんが独身だったこともあり、弟である誠が先に結婚することに嫉妬しているのかもしれないと思って、どうにかイライラを鎮めていた。そんなユイさんが私と誠の結婚から2年後、突然連絡してきたかと思えば、私も結婚することになった、と報告してきて驚いた。よく思っていないはずの私に連絡が来たからだ。誠とは違う、エリートの夫を捕まえたの。はあ、そうですか。おめでとうございます。驚いてそれしか言えなかった。その突然の連絡から半年後、千恵子さん、私、妊娠したの。と、自慢げに連絡してきた日を境に、毎日のようにユイさんから連絡が来るようになった。ねえ、千恵子さん、つわりってこんなに辛いものだって知ってた？ずっと吐き気が止まらなくて、トイレにいると気がめいりそうなの。あ、でも千恵子さんは妊娠したことなかったからわからないわよね。ごめんね。でも気をつけて。ひどい人は入院することもあるらしいから、テレビで見てるよりもしんどいわよ。はあ、そうですか。ご忠告ありがとうございます。つわりがよほどきつかったのか、妊娠してから出産までは、体やメンタルの不調の愚痴が毎日のように送られてきた。出産後は、日記のように毎日写真付きで、その日の出来事を語られる。でね、レンが今日初めて笑ってくれたの。可愛くて可愛くて。写真は見た？ベストショットでしょ？は、そうですね。可愛いです。私の甥っ子となったレン君は、確かに愛嬌があってとても可愛い子だ。だからといって、毎日のようにそんな自慢話をされても困るもの。私と誠にはなかなか子供が来てくれなかったこともあり、気にしていたため、メンタルがどんどん削られていった。私の心の中のブラックリストの一番上に、堂々と名前が載る。正直もう連絡先はブロックしてしまいたいくらいには嫌だった。しかし親戚付き合いで揉め事など起こしたくないと思い、じっと我慢していた。レン君はとにかく顔が整っていた。目がパッチリと大きくて、くっきりとした二重が印象的。身内のひいき目を抜きにしても、おそらく将来はイケメンと呼ばれることは確実だろうと思われた。親戚でさえそう思うのだ。母親であるユイさんが溺愛しないわけがない。しかし、義母に話を聞くと、かなりの頻度で義母にレン君を預けているらしい。その間は何をしているのかはわからないけれど、義母は、多分、あの子にもいろいろあるんだと思うの、と言っていた。ユイさんの旦那さんは激務で帰りが遅いらしく、レン君を夜まで預かっている日も珍しくなかったようだ。孫は可愛いの。可愛いんだけどね。やっぱり私たちももう年だし、この子はやんちゃ盛りだし、思い切り遊んであげるっていうのは難しいことも多くてね。レンもママと遊びたいだろうし、ユイがしっかりしてくれると嬉しいんだけど。そう寂しそうに愚痴をこぼす義母を見ると、私は胸が苦しくなったものの、何も力になることができず。ごめんなさいね。気にしないで。そう笑顔を向けられてしまうと、私は見守ることしかできなかった。そんなある日、緊迫した様子の義母からの電話で、誠と一緒に義実家に駆けつけた私たち。どうしたんですか？何があったんですか？それがね。疲弊しきった義母の腕の中には、すやすや眠るレン君の姿。しかし、義母の視線を向けた先では、義父とユイさんが怒鳴り合うように喧嘩をしていた。ひどい！そんなこと言わなくったっていいじゃない！
俺たちだってこんなこと言いたくないに決まってるだろう。お前がちゃんとしてれば言わずに済んだことだ。私だって頑張ってるんだよ。どこがだ。最近じゃ蓮はほとんどうちに住んでるも同然じゃないか。母親ならしっかり自立しろと言ってるんだ。何がおかしい。もういい。金輪際孫には会わせてあげない。後悔したって遅いんだから。捨て台詞のようにそう叫ぶと、ユイさんは私たちがいた玄関まで走ってくる。そしてそのまま義母の腕から奪い取るように蓮くんを抱き上げ、逃げるように走り去って行ってしまった。その時にドンと当てられた肩がじんじんと痛む。ユイ？義母は走り去るユイさんたちの背中を呆然と見つめ、そして膝から崩れ落ちるように座り込んでしまう。リビングでは義父もソファーに座り込み、頭を抱えていた。お母さん、ひとまずリビングに戻りましょう。ええ。落ち込む義母を支えながらリビングに戻り、ことの顛末を聞く。どうやらここ最近のユイさんは、レン君を毎日のように預けてどこかへ行ってしまうらしい。レン君も寂しがっていたし、義両親の疲れも溜まっていたため、ユイさんをたしなめたそうだ。あまりにも実家に依存していること。レン君が滞在している間にかかるおむつ代や、離乳食代の費用も義両親が負担しており、馬鹿にならないこと。頼ってくれるのは嬉しいけれど、少しは自立してほしいこと。するとユイさんは逆切れしてしまい、次第に言い合いがヒートアップしていき、喧嘩に発展。それに焦った義母が私たちを呼び出して、あとは見たままだという。ごめんなさいね。二人とも忙しいのにわざわざ呼んでしまって、千恵子さんまで巻き込んでしまって。落ち込む義両親に、誠と一緒にその背中をさする。大丈夫ですよ。お二人とも何も間違っていないと思います。部外者の私が言うのもおかしな話ですけど、お二人がユイさんとレン君のことを思っているの分かりますから。そうだよ。あれは姉さんの自業自得だ。まあただレンのことは少し心配だな。誠の言葉にその場にいた全員が顔を見合わせた。ユイさんから何も連絡がないまま、一週間ほどが経過したある日。あれ？電話だ。え？ユイさん？突然ユイさんから電話がかかってきて、私は驚いてスマホを落としそうになった。はい、千恵子です。あ、千恵子さん？ちょっとお願いがあるんだけど。お願い？ええ、ちょっと蓮のことを預かってくれないかしら。え？今日一日だけでいいのよ。でも、私は子育ての経験もないですし、不安ですよ。ご両親に預かってもらっては？うちの両親はダメよ。この間見たんでしょ？年寄りで体もきついし嫌なんだって。だからお願いよ。私が義両親からすべてを聞いたとは知らないのか、平気でそんなことを言うユイさんに驚いたものの、どうせ千恵子さんは家にずっといるんだから暇でしょ？いいじゃない。と押し切られてしまった。私は兼業主婦ではあるものの、結婚してからはフリーランスとして独立したため在宅での仕事をしている。そのため出社するという概念がない。だからといって暇なわけがないんだけど。そう思いつつも、蓮くんのことが心配だったこともあり、一日だけならという条件付きで預かることに決めた。しかし、その日を境に頻繁に連絡が来るようになる。千恵子さん、今日もお願いね。ユイさん、今日もですか？何？なんか文句あんの？文句とかそういうことじゃなくて、毎日ユイさんは何をなさってるんですか？あまりにも毎日蓮くんを預けられて、私もモヤモヤしてしまい、そう聞いたことがあった。するとユイさんは仕事を探しているのだという。旦那は確かにエリートで高給取りだけど、私も働いて社会と関わりを持ちたいのよ。ほら、旦那が稼いだお金だと自分のことに使うのに気が引けるけど、自分で稼いだものなら堂々と使えるじゃない？まあ、そのお気持ちはわかりますけど、レンにおもちゃや服も買ってあげたいし、もう少し大きくなったら習い事もさせてあげたい。今のうちから教育費のことも考えていかないといけないでしょ？
だから今から働きたいのよ。私はそのユイさんの熱意に押されてしまった。しかし、それならなおのこと保育園に預けたり、義両親にも協力してもらうべきなのでは？と思い、誠に相談してみることに。ごめんね、私がもっとちゃんと断れればよかったんだけど。いや、大丈夫だよ。むしろごめんな。うちのことに巻き込んでしまって。蓮の面倒も見てくれてありがとう。ううん、蓮くん可愛いし、それは平気だよ。ただ、これからも続くようなら私も仕事が滞るし、考えないといけないなと思って。そうだな。俺からも姉さんに言っておくよ。親父たちにも話してみるから。ありがとう。これで少しは頻度が減るといいのだが、そう思っていた。しかしその翌日のこと、スマホが鳴り、電話に出た私は、すぐにそれを後悔した。ちょっと、千恵子さん、どうしてくれんの？え、何がですか？あんたでしょ？誠やうちの両親にあることないこと話して、そのせいで私が怒られたじゃない。え？そもそも全然妊娠もしないあんたのために子育ての練習させてやってるって気づかないの？感謝しなさいよ、感謝。お礼すらも言えないとか終わってるから。な、そんなんだから子供ができないんだよ。ゆいさんの言葉は私の胸にぐさりと刺さってしまった。実は私は病院で検査をした結果、子供が授かりにくい体質だということが分かっていた。過去には流産の経験もある。将来は子供を二人産んで小さな可愛いお家で暮らしたい。そう思っていたのに、現実はそうはいかない。仕事の合間を縫って不妊治療に通う日々はとても苦しいもの。ゆいさんはそんな私の事情もよく知っていた。過去に流産してしまったことも話していた。望んでいるのになかなか授かることができないというジレンマに悩んでいた。もちろんそれはゆいさんも知っていた。知っていながら妊娠や出産の自慢を嬉しそうに私に話していたのが怖くてたまらなかった。自慢されるたびに傷ついていたし、ゆいさんの言葉に悪意が込められているんじゃないかと何度も考えては首を横に振ってきた。私が妊娠できないのは事実だったから。だけど、そこまで言われて私の心は深く傷ついてしまった。じわりと涙が滲むのを感じながら、震える声で。もう、蓮くんを預かることはできません。と、きっぱり告げる。はぁ？なんでよ。意味わかんないんだけど。と、電話口で怒鳴り散らすゆいさん。それを無視して、私は電話を切って、すぐに着信拒否をする。拒否設定が完了しました、という文言を見て、私はそのまま泣き崩れる。まるで子供のように、涙が枯れそうなほどに大声で泣き続けるのだった。誠、本当にごめんなさい。私、ゆいさんのこと。うん、気にしないで。謝るのは俺の方だから。本当にごめん。千恵子の気持ちを考えたら当たり前だよ。むしろ今までよく耐えてくれてたと思う。本当にありがとう。誠。姉さんのことは無視していいから、もう電話にも出なくていい。誠にそう言われて、ほんの少しだけ気持ちが軽くなったような気がしていた。しばらくして、私は仕事で取引先の方との打ち合わせがあり、一泊で京都に行くことになっていた。誠はその日は実家に泊まって、同級生たちと飲みに行くと言っており、一日家を空ける予定となっていた。無事に京都に着いて一泊し、打ち合わせを開始。その間はスマホの電源を落としていたため気がつかなかったものの、打ち合わせ後に見てみると、鬼のような回数の着信履歴が残っていた。番号を見てみると、ゆいさんの家の固定電話の番号だった。そういえば、ゆいさんのスマホは着信拒否をしたけれど、固定電話の番号までは拒否していなかった。そう思っていた矢先、また電話がかかってきて驚き、反射的に出てしまった。はい。あ、やっと出たわね。ひどいじゃない、拒否するなんて。なんで出ないのよ。いや、今は仕事の打ち合わせ中で、いつもスマホの電源を切っているので。
まあいいわ。そんなことどうでもいいし。それより、しばらく迎えに行けないから後はよろしくね。え、何がですか？何がって、レンのことよ。何日か預かっておいて。私、今就活で沖縄に来てるの。そんな、困ります。私は昨日から京都に来てます。だからレン君は預かってませんよ。は？なんで家にいないの？仕事の打ち合わせです。在宅の仕事なのに、京都に行く必要なんてないじゃない。適当なこと言って断ろうとしてるんでしょ。無駄よ。適当なことって、本当です。嘘言わないで。レンはあんたの家の前に置いてきたんだから、ちゃんと面倒見なさいよ。言われた意味がわからずに、しばらく呆然とした。私は昨日から京都だ。レン君は今朝、私の自宅の前に置いていかれた？確か、昨日の朝見た天気予報では、今日は全国的に真夏日や猛暑日だと言っていた。今の時点でも太陽がじりじりとしていて、ひどい暑さだ。今、レン君は一体どうしているのか。全身の血が一気に引いていく感覚。それに手を震わせながら、まだ怒鳴り散らしているユイさんの電源を切って、誠に電話をかける。どうした？誠、大変なの、レン君が。誠に事情を説明すると、親に連絡する。と、誠が言ってくれて電話を切った。私は午後の予定をすべてキャンセルし、タクシーに飛び乗った。事情を話すと、取引先の方々は、皆心よく了承してくれて、私は急いで家まで向かう。そんな時に、見慣れない番号から着信があった。何か嫌な予感がして、心臓がドクンと大きく鳴り響いた。はい、森崎です。森崎千恵子さんですか？相手は警察官だと名乗った。そして、お子さんは？その言葉に、一瞬にして目の前が真っ暗になるのだった。数時間後、私は誠と共に義実家にいた。目の前に座っているのは、スーツを着た男性。それはユイさんの夫である青木正孝さんだった。誰も言葉を話さず、怖いくらいに静かな室内。そこに義母がやってくる。レン君、眠ったわ。疲れてたみたい。安心したような笑顔に、私たちは皆ほっと息を吐いた。レン君は現在3歳で、とても活発でじっとしていられない。ユイさんが私の自宅の前にレン君を置き去りにした後、自分でインターホンを押そうとしたものの届かず、ドアを数回叩いたらしい。しかし当たり前だが反応がないため、一人で探検に出かけたそうだ。レン君にとっては初めての一人での探検に心が躍ったのだろう。虫を見たり、道路にしゃがみ込んで石を拾ってみたりと楽しく遊んでいたらしい。しかし、それを見た近所の人がレン君を心配して保護してくれた。そして警察に通報してくれたのだ。レン君のリュックには、意図的なのかは知らないが、私の連絡先が書かれた紙が入っていた。それを見て、警察官は私がレン君の母親なのだと思い連絡をしてきたのだ。お子さんは？その言葉の後に、最悪の事態を想定して、目の前が真っ暗になった私に、警察で無事に保護して、病院での診察も受けています。ご自宅にはいないので、警察署までの迎えをお願いいたします。と言われ、安心してタクシーの中で号泣してしまった。すぐに誠と義両親に伝えると、それを義母が、レン君の父親である正孝さんに連絡した。正孝さんはユイさんが沖縄に行くことも知らず、またレン君が頻繁に私の家に預けられていることも知らなかった。それどころか、ユイさんが就活をしていることすら知らなかったというのだ。正孝さんは義実家に駆けつけて、すぐに私に対して土下座の勢いで謝罪した。仕事が忙しいあまりに、家のことをないがしろにしすぎてしまったと反省している様子だった。正孝さんに続くように、義両親にも頭を下げられた。娘のせいで、千恵子さんと正孝さんには本当に迷惑をかけてしまって、なんとお詫びをすればいいか、私たちの育て方が間違っていた。本当にごめんなさい。正孝さんにも同じように頭を下げている二人に、そんなことありません。
誠さんは素晴らしい人じゃないですか。育て方の問題じゃないです。と言葉を返すものの、今にも謝罪合戦になりそうな空気。そんな状況を一変してくれたのは誠の一言だった。やっぱり姉さん不倫してるみたいだな。え？ほら、これ見て。そう言って見せてきた写真。そこに写っていたのは、ゆいさんと見知らぬ男性の姿だった。実は、誠の職業はホワイトハッカーだ。警察の委託も受けているほどの凄腕であり、その技術を駆使して、姉の行きそうな場所の防犯カメラにアクセス、見事証拠をゲットしたようだ。さらにその男性の素性も判明。どうやら新宿のホストであり、店のホームページにも顔写真が載っている。正隆さんとは正反対のタイプのようで、皆が絶句した。誠はさらに、そのホストクラブのオーナーと連絡を取り始め、事態はどんどん深刻化していく。オーナーは二人が今沖縄旅行をしていることを問題視、不倫しているとなると、職業ホストとしての倫理に反すること。ホストクラブは夢を見る場所であり、恋愛をする場所じゃないこと。こちらも責任を持って対処しますという返事が来て、私たちは一安心した。でも、そのホストクラブの人に知らんぷりされなくてよかった。正隆さんが途中で変わってくれたからだな。店のホームページを見て、すぐに正隆さんは誠から電話を借りて、オーナーと話をしていた。どうやら正隆さんが勤める不動産会社が、そのホストクラブを管理しているらしい。一連の流れを見て、その鮮やかな手腕に、探偵になればいいのに、なんて思ってしまった。翌日、沖縄にホストクラブのオーナー自ら乗り込み、二人を確保した。無理やり地元へととんぼ返りさせられたゆいさんとホストの男性。どんな手荒な真似をされたのかはわからないものの、ゆいさんは全身を震わせて、かなり怯えていて、男性の方は元の顔もわからないほどに人相が変わってしまっていた。ゆいさんは私を見るなり、あんたね、旦那やうちの親にチクったのは、この卑怯者。ものすごい形相で怒鳴り散らすゆいさんに、義父が思い切りその頬をビンタした。乾いた音と痛みに驚いたゆいさんは、頬を押さえながら義父を見つめる。卑怯者だ。よく言えたもんだな。蓮の命を危険にさらしておいて何を言ってるんだ、この愚か者め。な、命の危険？何よそれ。ゆい、あなた、こんな気温の中で蓮を外に放置して、どうなるか本当に考えてなかったの？どうなるかって。だって、こいつが京都にいるとか下手な嘘つくから。嘘じゃありませんよ。私は本当に仕事で京都にいたんです。じゃあなんで今ここにいるのよ。あんたまだわからないの？蓮のことを心配して、わざわざ仕事キャンセルしてまで帰ってきてくれたんじゃない。は？いい加減にしなさい。こんな猛暑日の中外に置き去りにしたら、小さな子供なんてあっという間に熱中症になるの。偶然近所の人が気づいて声をかけて、保護して警察に通報してくれたからよかったものの、もしあのまま誰にも気づかれていなかったら、今頃確実に最悪の事態になってたわよ。警察？保護？何よそれ、聞いてないんだけど。見つけてくれた近所の人がいい人だったからよかった。もしその人が悪い人間だったら、蓮は今ここにいない。3歳で交通ルールも分かっていないから、事故に遭っててもおかしくなかった。今ここに蓮がいることは、奇跡みたいなことなの。あなたはそれだけのことをしてしまった。自分がしたことをよく考えなさい。あなたは蓮の母親失格よ。涙を流しながら怒鳴った義母に、ゆいさんは同じく涙を流す。どうして私ばっかり責めるのよ。そんなの、この女と誠が家にいないのが悪いんじゃない。そもそも正隆がいつも仕事でいないから、ずっとワンオペだったのよ。私だって自由が欲しかった。母親になったら、自由を求めることも許されないわけ？自由には、責任が伴うものですよ。何よ？あんたに何がわかんのよ。母親が自由を求めるのは悪いことじゃありませんし、当たり前のことです。だけど、それには責任が伴います。自分がしたことの責任を取らないのは、
ただのわがままです。ゆいさんは望んで子供を産んで育てているんです。母親なら、その責任を持って、レン君を幸せにしてあげてください。ゆいさんにはその義務があります。ワンオペは確かに辛いと思います。だけど、今は一時保育だってあるし、ファミリーサポートだって探せばいろいろあるはず。3歳だから、幼稚園に通わせれば、少しは自分の時間が取れたかもしれません。それらを探しもせずに、身内にレン君も責任も押し付けるのは、怠慢だと思いませんか？うるさい。子供のいないあんたに一体何がわかるのよ。わかったわ。子持ちに優しくできないから、あんたのとこには子供が来ないのよ。子供もまともに産めないあんたは欠陥品の不良品よ。不良品の言うことなんか聞く価値もない。生きてる価値すらないんじゃないの？んだと？てめえ、何勝手なこと言ってやがる。ゆい、いい加減にしなさい。ゆいさんの言葉に深く傷つき、私はその場に崩れ落ちてしまう。そんな私を支えながら、ゆいさんに怒鳴ってくれた誠。義母はそんなゆいさんに絶望したように泣き、そんな義母を義父が支えた。皆が怒り心頭の中、一番怒っているのは他でもない、正隆さんだった。正隆さんは静かにゆいさんの元へ行き、記入済みの離婚届を突きつけた。人として何か抜け落ちてる不良品は君の方だ。これ以上恥をさらすのはやめてくれ。そんな君とはもうこれ以上一緒にはいられない。もちろん、レンも君と過ごさせるわけにはいかない。またいつ命の危険にさらされるかわからないんだ。そんな君と一緒にいさせられるわけがない。嘘でしょ？まさたか、なんで？なんで？この後に及んでそんな言葉が出てくるなんて、本当に軽蔑するよ。レンの親権は何があっても絶対に渡さない。もう君の顔も見たくないし、声も聞きたくない。慰謝料ももちろん、君と彼両方に請求するし、養育費もしっかり払ってもらう。あとは弁護士を通してくれ。そんな。その場に膝から崩れ落ちたゆいさんに、侮蔑の視線を送りつつ、正隆さんは義両親に頭を下げた。大変失礼いたしました。しかし、もう限界です。すみません。いいの。謝るのは私たちの方よ。娘をこんな風に育ててしまって、正隆さんに迷惑をかけて傷つけてしまって、本当に申し訳ございませんでした。俺たちは、レンと正隆くんが幸せになってくれればそれでいいんだ。お父さん、お母さん。たまにでいいの。写真でもいいから、顔を見せてくれると嬉しいわ。はい、ありがとうございます。失礼します。そのまま、正隆さんは呆然としているゆいさんには目もくれずに、レン君を連れて出て行ったのだった。帰り際、ホストクラブのオーナーも、慰謝料は給料から転引きしてでも払わせることを約束して、不倫相手のホストを連れて帰って行った。その場に残ったのは、私たち夫婦と義両親、そして全てを失ったゆいさんだけだった。嘘でしょ？なんでこんなことに？なんでって、まだ自分のしたこと理解してないわけ？私の隣にいた誠が呆れたように冷笑した。申し訳ないけど、これ以上姉さんと付き合って迷惑かけられるのは困る。俺たちも姉さんとは縁を切らせてもらうよ。な、父さん、母さん、ごめん。でも、さっきの姉さんの暴言を聞いたらもう耐えられない。これ以上千恵子を傷つけさせたくない。だから、絶対近づけさせない。協力してほしい。頼む。もちろんよ。千恵子さん、本当にごめんなさい。いえ、お父さんとお母さんが謝ることではありませんから。でも、謝ることしかできないの。自己満足と思われても仕方ないけれど、これしかできないから。私たちは、冠婚葬祭以外は、ゆいさんとは関わらないことに決まった。帰省の時はゆいさんがいない時、そして義両親はゆいさんを再教育、それでもダメなら見捨てると宣言した。もういい歳して大人なんだ。自分の行動に責任を持ってくれないと困る。そうつぶやいた義父は、とても寂しそうな顔をしていた。その後、ゆいさんは散々ごねたらしいものの離婚が成立。
今は実家近くの小さなアパートに一人暮らしをしているらしい。誠から聞いた話によると、スーパーのレジのパートとスナックのバイトを掛け持ちして働いているそうだ。休みなどなく、慰謝料と養育費の支払いに追われ散々らしい。今までは身なりに気を使い、綺麗でいたユイさんだったものの、今ではすっかり老け込んでいるというから驚きだ。レン君は正隆さんに引き取られ、正隆さんの実家で暮らしている。正隆さんの実家は、由緒正しい名家であり、ご両親も厳しいことから、ユイさんは彼らを嫌っていたらしい。しかし、レン君にとっては、適切な教育を受けさせてもらえて、広い家の広い庭でのびのび遊び、母親のことを寂しがる様子も見せずに、楽しく暮らしているという。それどころか、ママはスマホばっかりで遊んでくれなかったんだ。だから、パパとバーバとジージが遊んでくれて嬉しい。無邪気な笑顔でそう言っており、4人で幸せに暮らしているようで安心した。そのままユイさんとは全く連絡を取らなくなり、数ヶ月が経過した。自分で想像していたよりも、ユイさんから送られてくるメッセージがストレスになっていたらしく、今では心穏やかに毎日を過ごすことができている。あの頃は、毎日どんなことを言われるのかと怯えていたけれど、今はもうその心配もない。それがこんなにも幸せなことなのかと痛感して、もっと早くこうしていればよかったと思ってしまった。レン君を預かっていたのは、ほんの少しの期間ではあった。ただ、その間に情も芽生えてしまっていたため、会えなくなったのは寂しいこともある。しかし、私に預けられているよりも、パパやおじいちゃん、おばあちゃんと楽しく暮らしているのだからそれでいい。私のことなんて、早く忘れてくれればいい。それくらい幸せになってほしいと心から思う。そんな中、私は体調の変化に気がついた。なんだかだるいし、ひたすらに眠い。胃がムカムカしている感覚で落ち着かない。そのため、病院に行ってみたところ、なんと妊娠が発覚した。まこと、私、妊娠したの。え、本当か？うん、本当。今6週目だって。まだ心拍の確認ができてないから安心はできないけど。それでも妊娠には違いないよ。千恵子、座って。しばらく家事とかは俺がやるから、何もしないでいいから。いや、でも。今が一番大事な時期だろ。大丈夫。今度こそ大丈夫だから。誠に報告すると、両手を挙げて喜んでくれたのが嬉しかった。一度流産を経験しているからか、過保護なくらい心配してくれていて、どこに行くにもついてこようとする。トイレにまでついてこようとする誠に呆れながらも、それほどまでに大切にしてもらっていることを幸せに感じていた。そして、誠以上に過保護となったのは義両親だった。お腹冷やさないようにね。あ、おかず作って持っていくから。千恵子さんは寝てて、お願いね。どうやら顔には出していないだけで、レン君と会えなくなってしまったことは、やはり相当二人にとっても大きな出来事だったらしい。少し窮屈に感じることもあるものの、生まれてくる子供のこと、私のことを心から大切に思ってくれていることがわかり、嬉しい気持ちもある。義母との電話を終えて、みんなから愛してもらって幸せだね。お腹にそう話しかける。すると、ポコポコと帯同で返事をしてくれて、愛おしさが増していくのだった。自由でいることは一見簡単そうに見えるものの、そこには責任が伴うもの。守られているときは制限があり、窮屈に感じることもあるかもしれない。しかし、すべてを取り払って自由を手にしたとき、自分自身を守れるのは紛れもなく自分一人だけなのだ。過去の行動が枷となることもあるし、自分の守るべき人を枷のように感じることもあるだろう。しかしそれを乗り越えて、精一杯これからの人生を生きていこう。そう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。あんたら母子家庭なんでしょ？そんな貧乏人にはカッパ巻きで十分でしょ。それぐらいが身分相応ですよ。
娘の高校合格祝いで訪れた高級寿司店。そこの大将が私たちが母子家庭だと知るや否や笑いながらバカにして見下してきた。しかし彼は知らなかったのだ。私たちがこのお店にとってどんな存在なのかということを。そして私たちを怒らせた彼に今後どんな人生が待っているのかということを。私は高木恵子。働きながら娘の樹里を育てている44歳だ。私は昔から特に目立たない平凡な学生生活を送ってきた。地方の公立の小中学校と高校を経て、隣の県の大学に進学。そこでも特別何かあったわけではなく、無難な学部に進んでゼミに入り、そこで仲良くなった友人たちと時に遊びながら一緒に学んで楽しく過ごしていた。そんな私が大学卒業後に就職したのはおしぼり工場だった。そこで出会ったのが後に夫となる祐介。祐介はそのおしぼり工場の経営者だった。当時30歳にして2代目の後を継いで3代目社長に就任。まだまだ若輩者ですが、この工場をよりよく成長させていければと考えています。3代目になってから会社の質が落ちたなんて絶対言われたくない。だからどうか皆さん力を貸してください。よろしくお願いします。そんな挨拶が印象的だった。私はそこに事務員として就職。事務員は3人体制で、私は帳簿の作成やスタッフの給与回りなど、経理の面で忙しく働いていた。工場自体は県外にも複数の拠点を持っており、規模だけで言えばとても大きなもの。業界ではトップクラスの業績を誇り、それにおごることなく、さらなる業績を目指し、皆がバリバリと働いていた。仕事なのだから当たり前のことだけれど、祐介は自分に厳しく、他人にも厳しい人だ。会議室からは議論が白熱しすぎて怒号が飛び交うこともあったけれど、それはお客様のことを第一に考えていたからこそ、常にアップデートしていくことを念頭に置いており、それに向けての反省と改良は絶対に怠らない人だった。納品先から厳しい言葉を受けた時には、社員一同に共有して自ら今後の方針について案を出して皆を引っ張ってくれる。喜びの声が届いた時には皆が見られるように張り出してくれたりもした。祐介は製品と会社、そして従業員を何よりも大切に思っていた。それが伝わっていたからこそ、皆は祐介についていくことに戸惑うことなどなかった。そんなリーダーシップと男気あふれる祐介の姿に、私は1年目の頃から密かに憧れていた。だけど私はただの平社員。年も離れており、そもそもが遠い存在。社長の祐介とどうにかなりたいなんて思うのもおこがましい。そう思ってこの思いはずっと胸に秘めていた。そんな調子で工場で働き始めて1年が経った頃、祐介も社長として落ち着いてきたからか、祐介の社長就任のお祝いと社員の親睦会が開かれることになった。そこで初めて仕事以外の場で祐介と喋り、驚くことに話が弾んだのだ。それがきっかけで社内でもよく喋るようになり、次第に食事に誘われ、あれよあれよという間に付き合うことに。それまで恋愛というものは
憧れるだけのもので、男性と手をつないだこともなかった私にとって、仕事もできて頼りがいがあってぐいぐい引っ張ってくれるゆうすけは、まさに理想を絵に描いたような人。トントン拍子で進んだ結婚、そして娘が生まれ、幸せな生活を送ってきた。娘のジュリは幼い頃から数字に興味を持っていた。3歳になる年には簡単な足し算ができるようになり、引き算もゆっくりならできるように。文字も覚え、街中で見る数字をどんどん足していくのを自分の中でゲームのようにして楽しんでいた。そのまま小学校に進学すると、算数の才能が如実に現れていった。学校の授業よりもだいぶ先を進み、本屋さんで買ってきたドリルも上の学年のものをやるようになった。その頃には放課後はそのまま工場によく出入りするようになり、ランドセルを置くとすぐに私の仕事の手伝いをするようになっていた。小学生にして私のしている経理の仕事をあっという間に覚えてしまったのだ。とはいえ、まだジュリは子供。任せて問題ないところだけお願いすることにして、私は経理の仕事もしつつ、浮いた時間に現場に出たり、配達作業もするようになった。そんな私たちを見て、ゆうすけは嬉しそうに、頼もしいよ、二人ともありがとう、と笑いながらも、どこか行き急ぐかのように、どんどん経営を広げていった。そして、ジュリが中学3年の夏のことだった。私が配達を終えて工場に戻ると、いつも現場に出ているゆうすけの姿がない。不思議に思って社長室を覗くと、ゆうすけ？ゆうすけ？どうしたの？ゆうすけが床に倒れていた。すぐに救急車を呼んで病院に運ばれたけれど、その時にはゆうすけはすでに亡くなってしまっていた。検視の結果、過労による心臓発作が原因だろうと言われたのだった。私とジュリはしばらくゆうすけがいなくなった事実を受け入れられなかった。恵子さん、皆さん、お葬式の時、従業員全員が来てくれて、泣きながらゆうすけに感謝を伝えていて、私もジュリも涙が止まらなかった。こんなにも皆に愛されていたのに、どうして生き急いでしまったのか。ゆうすけが無理しているのは知っていた。どうして私はもっと止めることができなかったのだろう。泣いて泣いて、涙が枯れるほど泣いて、経営者のいなくなってしまったおしぼり工場をどうするか考えた。お母さん、やっぱり閉じるしかないの？うん。お父さんは経営者としてすごかった。どんどん規模を大きくしていって、それが全部成功してた。でも私にはその手腕がない。お父さんと同じようにはできないの。悔しいけど、本当はここで辞めたくないけど、でも仕方ないのよ。ゆうすけの手によって規模を広げ続けていた工場は、私には告げないと判断して泣く泣く閉じることになった。会社を閉じるのにも多大な労力がいる。従業員にはどうか閉じないでほしいと泣かれてしまったのが一番答えた。だけど従業員の一人である水野さんが最後まで残って手伝ってくれたことで、どうにか終えることができたのだった。恵子さん、今まで本当にお世話になりました。社長のもとで働くことができて
幸せでした。水野さん、こちらこそ最後まで力を貸してくれてありがとうございました。水野さんを見送った後、私は張り詰めていた気が抜けてしばらく寝込んだのだった。それまでおしぼり工場の仕事に力を入れていたジュリは涙を抑えて受験勉強に専念するようになった。それまでは数学以外は平均的な成績だったものの、あっという間に全教科で学年でもトップレベルに躍り出る。学生時代の私とは比べ物にならないほどの良い成績を見て、私の方が驚いてしまった。そしてジュリは、お母さん、受かったよ。本当、おめでとう。見事、高校受験に成功した。それは地域でも最難関だと言われる進学校だった。たった半年間の受験勉強で合格してしまうのだから、大したものだと我が娘ながら誇らしかった。特に数学の点数が良かったらしい。お父さん、喜んでくれるかな？もちろんよ。絶対、お父さんが一番喜んでくれるわよ。ジュリは嬉しそうに仏壇に報告に行く。そっと手を合わせるジュリを見て、ジュリ、今日はお祝いにジュリの好きなもの食べに行こうか、と提案する。いいの？うん、たまにはパーッとお祝いしよう。お父さんもきっとそう思ってるから。ありがとうお母さん。うん、何食べたい？何でもいいよ。じゃあお寿司。私、回らないところに行ってみたいの。わかった、今日は奮発しちゃおうか。やったー。ジュリの希望でその後高級お寿司を食べに行くことに。最近開店したそのお寿司屋さんはまだ有名ではないのか、すんなりと予約を取ることができた。向かうと女性スタッフの案内でカウンター席に案内される。その向こうにいた大将らしき男性がどうぞと座るように促してくれた。私たちは顔を見合わせて目の前に広がるネタの数々を見つめる。全部美味しそうだね。そうね、何から食べようか迷っちゃうわね。見ているだけでよだれが出てきてしまいそう。そんなことを考えているうちに大将に、何でも握りますのでお気軽におっしゃってくださいと言われ、ひとまずコースを頼むことに。何が出てくるか楽しみにしながらジュリと二人でユウスケとの思い出話に花を咲かせる。お父さんにも見せたかったな。中学の卒業式も高校の入学式も。そうね、きっと泣いて喜んでくれたでしょうね。お父さんに会いたいな。お母さんも会いたい。ねえお母さん、私ね、お父さんはいなくなっちゃったけど、お母さんがずっと一緒にいてくれるから私寂しくなんかないからね。え？お父さんには会いたいなって思うけど、でも今の私にとってはお母さんが一番大切。お母さん、お母さんのおかげで受験も頑張れたよ。いつもありがとう。ジュリ。ジュリの思いに感動していると、お店の大将が突然私たちの前に来て、あんたら母子家庭か？と聞かれた。え？あ、はい。去年お父さんが亡くなって。ジュリがそう告げると、そうか。大将の態度があからさまに変わった。じゃあ、そんなあんたらにはこちらを。え？目の前に置かれたのは、お寿司はお寿司でもカッパ巻きだった。コースの一部かと思い、ジュリと顔を見合わせながら食べたものの、
次に出てきたのもなぜかカッパ巻きだった。あの、二つ目もカッパ巻きですか？これコースですよね。他のお寿司は、あ、嫌なんですか？あ、いや、その、あんたら母子家庭なんでしょ？そんな貧乏人にはカッパ巻きで十分でしょ。それくらいが身分相応ですよ。なんと大将はそう言って面白そうに笑い始めた。そこで初めてカッパ巻きはコースメニューではなく、ただ私たちがバカにされているのだと気がついた。周りの他のお客さんを見てみると、マグロやヒラメなど美味しそうなお寿司が提供されている。なぜ母子家庭だと答えただけでこんなことになっているのか、全く訳が分からずに大将をにらみつけた。あの、どういうことですか？私たちカッパ巻きではなく、他の方と同じようにお寿司をいただきに来たんですよ。なぜ同じお客同士でこのような差をつけられないといけないのですか？同じお客？母子家庭の貧乏人が？笑わせんなよ。うちの寿司はあんたらみたいな貧乏人には食べられないもんなんだよ。価値のない人間にはわからない味だから出したって意味ねえんだ。何を言ってるんですか？まだわかんねえか？じゃあはっきり言ってやるよ。魚だってな、あんたらみたいな母子家庭の貧乏親子に食べられるために水揚げされたんじゃねえって言ってんの。価値のない人間に食われる魚の方がかわいそうだ。とっととうちの魚たちに謝れ。ご自身が何を言ってるかわかってますか？なぜ母子家庭というだけでそこまで言われないといけないのですか？私たちはお寿司の対価としてしっかりお金は払います。なぜ貧乏だと決めつけられないといけないのですか？私たちがお金も持たずに食べに来たとでも言いたいのですか？あまりの大将のへりくつに私もイライラしてしまい、つい言い合いがヒートアップしていった。しかしこんな言いがかりをつけられてしまっては、せっかくの樹里のお祝いが台無しになってしまう。私たちは何もしていないのに、ただ美味しいお寿司を食べに来ただけなのに、どうしてここまで言われないといけないの？しかし大将は、母子家庭の人間にはここのコースの金額なんて払えるわけねえだろ。どうせ適当に味にイチャモンつけてただ飯食おうって魂胆だったんじゃねえの？そんな奴らにカッパ巻きを出してやったんだから感謝してほしいもんだな。そう私たちを見下しながらずっと笑っていた。あまりのひどさに私も戦意喪失してしまい、ため息しか出ない。ジュリには申し訳ないけれど、もう帰ろうか。そう思った時、ずっと黙っていたジュリがぐっと拳を握りしめて立ち上がった。そんなに私たちのことを貧乏だと思うなら、生活のために来月からここの賃料を200万にあげますね。ああ、ガキが何言ってんだよ。んなことできるわけねえだろ。貧乏なだけじゃなく頭までバカなのか？バカなのはどっちですか？私たちは確かに母子家庭だけど、不自由したことなんてない。お母さんが頑張ってくれるから私たちは貧乏なんかじゃない。はあ？まだ言うのか？とっとと帰って大好きなママのご飯でも食べたらいいんじゃないですか？私だけでなく、ジュリにまで嘲笑うようにバカにし始めた大将に、とうとう我慢の限界が来たとき、今の賃料45万円ですよね、とジュリが言うと、大将は眉を潜める。は？なんでそれをお前が知ってる？私、この土地のオーナーなんですけど。え？この人から借りた覚えありませんか？と、ジュリはユウスケの写真を見せた。
それを見るや否や。大将は、まさか、オーナーのご霊室とその娘さん。はい、そうです。わなわなと真っ青になり、震え出した。お父さんから相続して、今は私がオーナーなんです。子供だからって、母子家庭だからって、馬鹿にしていい理由にはならない。あなたみたいな大人に馬鹿にされる筋合いない。お母さんは私を大切に育ててくれた。お父さんがいなくたって私は寂しくなんかない。あなたにそんな風に馬鹿にされる意味がわからないし、お父さんがそんな人にこの土地を貸していたのかと思うと吐き気がしそう。申し訳ありませんでした。私じゃないよ。お母さんに謝ってよ。お父さんに謝ってよ。申し訳ありませんでした。大将は私とジュリに平謝りでずっと頭を下げていた。だけど私たちの怒りはそんなもんじゃ収まるわけもなかった。するとカウンターの別の席で食べていたとてもおきれいなご婦人が、お釣りはいらないわ、と一万円札を数枚置いて出て行こうとする。どうやらまだ食事の途中だったらしい。お客様と大将が止めようとするけれど、何ですか、私もあなたのおっしゃる母子家庭です。女手一つで子供たちを育ててきました。ここは母子家庭のような貧乏人に出す料理はないのでしょう。私のようなものが食べに来て申し訳なかったわね。そんな母子家庭を馬鹿にするような大将の店なんて、こちらから願い下げです。ご婦人は静かにそう言ってお店を出て行った。それを見た他の客も、私もこんな店で寿司は食べたくない、行きましょう。大将、もう二度と来ることはないのでご安心ください。私もさすがにさっきのはどうかと思うよ。人間性を疑う。もっと他に美味しい店なんていくらでもあるんだから、ここに食べに来たいって思わせる接客をしてもらわないと、と口々に大将に告げ出て行ってしまう。ついにはお店の中には私たちだけになってしまい、大将は真っ青を通り越して土系色になっていた。待ってください、お客様。ガタガタと震えながら皆を止めようとするものの、歩みを止める者などいない。時すでに遅しとはこのことだろう。私とジュリも大将にお騒がせしましたとだけ告げて店を出た。すると先ほどのご婦人が私たちを待っていたようで呼び止められる。あなたたち、ちょっと時間いいかしら。はい、先ほどは私たちのせいでお食事の時間を妨げてしまい申し訳ございませんでした。いいのよ、私だって大将の本性を知れてよかったわ。まさかあんなこと考えてる人だとは思ってなかったの。あなたたちのおかげよ、ありがとう。いえ、そんなお礼を言われるようなことは何もしてません。鬼頭敏子と名乗ったそのご婦人に誘われて、私たちは近くのカフェでお茶をすることに。え、主人をご存知なのですか。なんと敏子さんは祐介のことを知っているという。驚いて飲んでいたコーヒーを吹き出しそうになってしまい、慌てておしぼりで口元を拭いた。すいません、取り乱してしまって。いいのよ、誰だって個人のことを知っていると言われれば驚くものよね。はい、それで主人とはどのような。そうね、昔話でもしましょうか。そんな前置きで敏子さんは祐介との思い出話をしてくれた。
ジュリが工場の手伝いをし始めた頃に二人は知り合ったのだという。なんととし子さんは大手のグループ企業を取り仕切るやり手の実業家だった。当時のゆうすけは自分の采配に不安を感じながら仕事をしていて、成功しているとし子さんに経営のことをいろいろと相談していたらしい。その頃からだったかしら、ご主人体の調子があまり良くないんだって言ってたわ。そんな前から私たち何も知らずにいました。当たり前よ、ご主人は絶対に二人に知られないようにって隠し通してた。私も他の経営仲間もみんなで病院に行くように勧めたんだけどね。そんな時間とお金があるなら家族のために使いたいって言って聞かなくて。家族にとってはその体が資本なのって何度伝えても彼には響かなかった。お父さん。ゆうすけは仲間の反対を押し切って私たち家族や従業員にも隠し通し仕事に明け暮れた。自分の命が長くないって多分気づいてたんでしょうね。だからそれを想定して急いで会社を成長させた。自分が亡くなった後あなたたち二人が路頭に迷わないように、あなたたち二人に苦労をさせないために、彼にとってはそれがあなたたち家族を守る方法だったのね。そんな、私たちにとってはお金がなくったってゆうすけがいてくれればそれでよかった。いてくれるだけでよかった。一言でも相談してほしかった。一緒にこれからのことを考えたかった。苦しい気持ちを、辛い気持ちを、ゆうすけは一人で抱え込んでいたのかと思うと、心がはち切れそうだった。ジュリも同じ気持ちだろう。泣きそうなのを必死にこらえている。私たちの様子を見て気持ちを察してくれたのだろうか。とし子さんはテーブル越しに私たちの手を握ってくれた。どうかご主人を責めないであげて。どうか自分たちのことも責めないであげて。誰も悪くない。誰のせいでもないのよ。彼にとってはあなたたち二人は自分の命をかけてでも守りたかったものなの。あなたたちは心配させてほしかったと思うだろうけど、彼は心配させたくなかった。家族の前では笑顔でいたかった。それだけなのよ。だから彼の気持ちをどうか分かってあげてね。はい。とし子さんの話では、ゆうすけは自分が亡くなることを想定して私たちに資産を残すために土地を買った。経理の仕事をしていた私と、数字に関することにはめっぽう強いジュリ。私たちなら自分が亡き後もうまく運用していってくれるだろうと話していたようだ。私もあなたと同じように昔主人を亡くしてしまったの。そうだったんですか？それで子供たちをどうにか育てないとと思って必死だった。脇目も振らずに仕事に明け暮れた。そんな話を昔ご主人にしたことがあったの。もしかしたらあなたをそんな風にさせたくなかったのかも。上品に笑うとし子さんだったけれど、私は笑い返すことができなかった。こらえていた涙がこぼれ落ちそうで、思わず上を向く。それなのに、ジュリがそっと手を握ってくれたことにより、溢れ出してしまった。
いい大人がこんなところで泣くなんて、恥ずかしくてたまらない。だけど、二人とも穏やかに微笑んでくれていた。敏子さん、主人の貴重な話が聞けて、久しぶりに主人に会えたような気がして嬉しかったです。ありがとうございました。いいのよ。これから何か困ったことがあったら、ここに連絡しなさい。力になれることなら何でも協力するわ。そう言って渡されたのは、敏子さんの名刺だった。ありがたくそれを受け取り、敏子さんと別れる。ねえ、ジュリー。ん？今日はお寿司はやめて、お父さんの好きだったすき焼きを食べに行こうか。うん、賛成。その日は一晩中、ゆうすけとの思い出話をして、久しぶりにジュリと同じ部屋でぐっすりと眠ったのだった。それから数ヶ月後、ある日、あの寿司屋の大将から連絡があった。賃貸契約を解約したいとの申し入れだった。あれから実際に賃料を200万にすることはなく、そのままにしていた。しかし、インターネットの口コミや SNS に、あの日お店にいた人たちが大将と私たちのことを書き込んだため炎上。また、敏子さんが経営仲間にあの日のことを話したことから、どんどん悪い噂が広まり、客足は激減。もう、このままでは立ち行かないのです。ですから、契約期間中ではありますが、解約させてください。申し訳ございません。憔悴しきった大将からの電話に、私は二つ返事で了承した。そもそも偶然耳にしただけの人の家庭環境で、あんな風に扱いを変えるような人に土地を貸していたのは間違いだったし、正直、店が立ち行かなくなったのも因果応報だと思った。今回は私たちが被害者だったからまだ良かった。だけど、これが他のお客様だったらと考えると恐ろしくなる。私たちのようにお祝いの席であんなことに巻き込まれたりしたら、なんて想像もしたくない。これで良かったんだ。あの日、合格祝いも兼ねて偵察に行って正解だったね。そうね、まさかあんな店だとは思わなかったけど。でも知れたから他に嫌な思いをする人を出さずに済んだ。よかったよ。うん。これからは貸す相手をしっかりと見極めないといけないわね。お母さんもお父さんに呆れられないようにもっと頑張って勉強するわ。私も将来はお父さんみたいにすごい人になりたい。だから頑張る。笑顔で夢を語るジュリに、ゆうすけの面影を見た気がして嬉しかった。その後、さら地となった元寿司店があった土地に新たな借主が現れた。まさか水野さんが名乗り出てくれるなんて思わなかったです。僕もまさかこの土地のオーナーが社長だったなんて。しかも今はジュリちゃんが相続したって本当ですか？そうなんです。水野さん、私がオーナーですからね。子供扱いしないでくださいよ。はい、わかりました。よろしくお願いします、オーナー。水野さんは以前、ゆうすけのおしぼり工場を閉めるときに最後まで残ってくれた従業員だ。恵子さんもお元気そうで安心しました。水野さんもです。またこうしてお会いできて嬉しいです。ご縁というのは不思議なものですね。ほんと。またよろしくお願いしますね。こちらこそよろしくお願いいたします。水野さんは工場を閉めた後、しばらく他の工場で働いていたようだった。しかし仕事をしていく中で、小さくてもいいから自分の工場を持ちたいと思うように
なったのだという。お金を貯めてようやく銀行からの融資も下りたため、この度土地探しを始めたようだ。水野さんなら信用できると思い、すぐに契約は成立した。その後、卒業式を終え高校に入学した樹里。小中学生の頃は学校が終わるとまっすぐ家に帰り、工場の手伝いをしてくれていた樹里は、今は高校生活を楽しんでいるようで、帰りに寄り道したり、休みの日には友達とテーマパークに行ったりと充実している様子。実はね、ちょっと気になってる男の子ができたの。そんな話を聞いた時は、私まで高校生の頃に戻ったかのように二人で盛り上がってしまったけれど、とにもかくにも樹里が高校生活を満喫していることに母親として安心した。祐介の一周忌が終わった夏、私もそろそろ働きに出ようかなと思い始めた。なんとなく祐介に、いつまでも俺のことを引きずるなと言われているような気がしたのと、この間樹里に連れられてテーマパークに行った時に体力の低下を痛感した。一周忌も終わったことだし、働き始めるにはちょうどいいタイミングだと思った。さて、どこで働こう。そう思った時に水野さんが声をかけてくれた。恵子さんさえよければ僕の工場で働いてくれませんか。え、いいんですか。むしろこちらからお願いしたいくらいですよ。恵子さんは長年経理関係と現場も出ていたし、配達までしてたじゃないですか。即戦力に決まってます。どうか力を貸してください。ありがとうございます。頑張ります。おしぼり工場での経験が活かせればと思っていたため、水野さんからの提案はとてもありがたく、すぐに働き始めることになった。お母さん、水野さんのところで働くの？そう。樹里はどう思う？いいと思う。頑張ってね。ありがとう。樹里も応援してくれており、塞ぎ込むことが多かった毎日が少し色づいたような気がした。ねえお母さん、ん？水野さんの工場ってアルバイトの募集してたりしないかな？私も久しぶりに何かしたいなって思って。遊びに行くのも楽しいけど、やっぱり私、お父さんとお母さんの手伝いをしている時が一番楽しかった。役に立てるかわからないけど、水野さんのところで募集してるならやってみたいなって思って。ほら、学校も申請すればバイト OK だから。私が働き始めたのを見て、樹里も何か思うところがあったのかもしれない。とはいえ、そんな都合よく求人があるわけないとも思っていたのだが、え、樹里ちゃんが？大歓迎ですよ。なんと雇ってくれることになった。後日樹里を連れて行くと、樹里ちゃん、ここでバイトしたいって本当？はい、ぜひお願いします。俺が言うのもなんだけど、本当にここでいいの？最近の高校生ってもっとおしゃれなカフェとかでバイトするもんじゃない？ここ可愛い制服とかもないし、知ってるとは思うけど作業着だよ。本当にいいのかな？水野さん、そんなことを気にしてたんですか？私が小さい頃に手伝いしてたの知ってるくせに。別に作業着も平気。頑張ります。その日からまた親子で働き始め、懐かしさの中に新鮮さもあり、なんだかむずがゆい気持ちがした。数年後、水野さんのおしぼり工場は少しずつ規模を大きくしていき、今では拠点も3箇所に増えた。祐介がいなくなってからというもの、その寂しさを埋めるように仕事に邁進してきた。今では
工場の経理全般を任せてもらい、毎日楽しく仕事に励んでいる。それもすべて、ゆうすけが運んでくれた縁によるもの。としこさんとも、あれ以来、関係は続いていて、ジュリも交えて定期的にお茶会をして仲良くさせてもらっている。ジュリは3年間工場でアルバイトをしながら、無事に高校を卒業し、都内の私立大学に進学。大学の近くの学生寮で一人暮らしをしている。東京でもバイトをしているらしく、友達と一緒に応募したファミレスで働いているらしい。そこの制服が可愛すぎて落ち着かないという連絡が来ていた時には笑ってしまった。世間的には普通の制服なのだろうけど、ずっと作業着だったジュリからしたらとても可愛く見えるようだ。最初はそわそわしていたようだけど、次第に慣れてきたのか、バイト仲間と撮った写真には笑顔のジュリがいた。ゆうすけが残してくれた土地は、水野さんの工場の場所の他にもいくつかあり、それを私たちなりに勉強しつつ、なんとかうまく運用することができていると思っている。そのおかげで今こうして学費の心配などもせずに、ジュリに好きなことを学ぶ機会を与えることができたのは本当によかった。ゆうすけの存在を失ってしまったのは今でも辛く悲しいけれど、その分私たちは今を大切に生きていくことができる。ゆうすけ、来週ジュリが帰ってくるよ。一緒にお墓参りに来るからね。ゆうすけが見守ってくれているから、今日も私たちは頑張れるよ。そっと墓前に手を合わせ、私は仕事に戻るために歩き始めた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。低学歴のお前に何ができるんだ？5年ぶりに会社へ復帰した私に対し、お前の席は今日から給湯室だな、と課長は嫌がらせを言ってくる。さらには大手との大事な取引が入ると、お前に重要な仕事をやる、お茶組みをしろ、と命令してきた。わかりました。しかしお茶組みに向かった先で起きた出来事で、課長は大変な目に遭うことになったのだ。私はミキ、大城ミキ、現在30代独身の会社員。交通事故に巻き込まれ、5年もの間会社を休んでいた。交通事故で寝たきり状態が続き、意識を取り戻したのは事故から約2年が過ぎた頃。その間、私はお母さんにずっと世話をしてもらっていた。我が家はお母さんと私の2人で暮らしている。両親は私が幼い頃に離婚していたため母子家庭で育ってきた。お母さんとの生活を続け、社会人になり収入も安定してきたので、これからは楽な生活を送れると思った矢先の事故だった。意識を取り戻した私が初めにお母さんに聞いたのは仕事のこと。するとお母さんから聞かされたのは、退職の2文字ではなく長期休暇というものだった。社長がミキさんが戻ってくるまで席を空けておくと言ってくれたらしい。だから仕事のことは気にせずに体の回復に専念しなさい、とベッドで横たわる私に向かって声をかけてくれた。私はその言葉に感謝し、一日でも早く復帰できるようリハビリを始めた。リハビリはかなりきつかった。2年も動かしていなかった体を動かすというのが
こんなにもきついものだとは知らなかった。それでも復帰を望む社長や会社のみんな、母のためにも私はがむしゃらにリハビリに励んだ。リハビリを始めてから数ヶ月が経った頃、会社の同僚たちがお見舞いに来てくれた。彼らは私が寝たきりだった時も何度か顔を出してくれていたらしい。同僚たちの近況を聞いて、ますます会社に戻りたくなっていた。そんなみんなの励ましをもらい、さらにリハビリに励むようになった。ここまで動けるようになれば、完治も近いね。車椅子から立ち上がれるほどまで回復した頃、お医者さんから完治も近いと言われて、がぜんやる気が出てきた私。その頃からお見舞いに来てくれる同僚たちの顔が暗くなっている感じがした。私に悟られないよう装ってはいるが、どうも様子がおかしかった。大城さんは気にせずにリハビリ頑張って、と言うだけで何一つ教えてくれなかった。その日を境にお見舞いに来てくれる同僚の数が少なくなっていた。私の体が完治に近づくにつれて、一人また一人といなくなっていくことに違和感を感じつつも、他の人からは、たまたま用事が重なって来れないだけだよ、と説明され、それなら仕方ないわね、と返していた。そして今日、ようやくリハビリや治療が終わり、会社に復帰する日。久しぶりに来た会社は、姿形は変わってなくて、一安心。会社について、社長室に向かった私は、社長に挨拶。社長から戻ってきてくれたことを大変喜ばれ、私は復職まで席を空けておいてくれたことに対し、お礼をした。その後は、部署に戻って、復帰の挨拶をする。ご無沙汰しております。大城です。みんなの前に立って、深々とお辞儀。本日付で復職することとなりましたため、ご報告させていただきます。突然の長期休暇で、皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい、申し訳ございませんでした。堅苦しい挨拶になってしまったが、そのまま話を続ける。皆様の温かいご配慮により、しっかりと療養することができました。今、こうして職場復帰が叶いましたこと、心より感謝申し上げます。今後はこれまで以上に業務に邁進し、仕事でご恩返しする所存です。時にお力をお借りすることもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。矢継ぎ早に挨拶をし終えると、周りからお帰りなさい、と声が飛んできた。しかし、社内の雰囲気は、以前よりも重たくなっている感じがする。どうしたのだろう。とりあえず私は課長のところに挨拶をしに行った。福原課長、はじめまして、大城です。よろしくお願いします。課長とは今日が初対面だ。5年も期間が空けば人事異動があっても不思議ではない。君が大城くんか。ブランクがあると慣れるまで時間かかるだろうけどよろしくね。と、笑顔で返してくれた。周りを見渡すと、見知った同僚たちが数人見当たらないような気がする。残っている同僚に話を聞いたところ、ある人は転属となり、また、ある人は会社を辞めていったそう。職場の空気から事情を察した私は、正直不安な気持ちになっていた。しばらく職場の様子を観察してて分かったのだが、新しい課長に変わったのが原因のようだ。学歴を重視する人で、自分よりも下の人たちを見下すような人物。職場には彼以上の学歴を持っている人がいないから、なおさら調子に乗っちゃってる模様。ある日、仕事をしていると、課長から質問が飛んできた。そういえば、大城君は大学どこ出身なんだい？ついに来ました、この質問。私なんて、中堅大学ですよ。ふーん、中堅ね。
僕はエリート大学出身なんだよね。私の学歴を聞いて自分の方が上だと判断したのか、福原課長は得意げになっていた。また始まったよ、課長の自慢。ぼそっと周りから聞こえてきた。その日を境に私への当たりが強くなってきた福原課長。だけど私はそれをのらりくらりとかわし、気にしないようにしていた。長いリハビリ期間に比べたらどうってことないことだった。仕事ができること、体を動かせることに比べたら、課長の嫌味な言動は全然大したことではなかった。しかしそんな態度を毎回取っていることが尺に触ったのだろうか。その日の子は中堅大学卒業の私に降りかかってきた。長らく休んでいたということもあって、なかなか仕事を割り振ってもらえない状態になっていた。呼ばれたと思えばお茶組や雑用ばかり押し付けられる始末。仕事が欲しいと言っても、低学歴なやつに何ができるんだと聞き入れてもらえないことが増えてきた。私がするはずの仕事は全部より高い学歴を持つ人たちに押し付けられていく。結果、学歴が高ければ高いほど仕事の量が増えて辛い思いをしていた。しかし当の課長は暇そうにしている。机の前でパソコンを眺め仕事しているふりをしていますけど、手が動いていなかった。動画でも見ているんだろうか。耳にはイヤホンを装着しているのが見えた。自分の仕事を部下に押し付けて動画を視聴しサボる上司。そんな上司の下では働きたくないと、能力がある人から順番に辞めていってしまった。現在この職場は最悪な状態になっている。辞めていった私の同僚たちも有能な人たちばかり。そのため課全体の成績は大きくダウンしてしまった。そのせいで上層部からきつくお叱りを受けてしまう始末になった。その怒りを発散するためだけに周囲の人間に当たり散らすようになる福原課長。完全な傲慢スタイル。暴言が増えたり物に当たったりすることがだんだんと増えていた。なかなか課長に仕事の相談をすることができない人たち。部下を育てようともせず仕事もしない課長。なぜこの方が課長に昇進できたのか甚だ疑問だった。頼りにならない課長をよそに、彼らは私にアドバイスを求めてきたり、こっそりと助けを求めてきてくれた。後輩や残っている同期曰く、私はもはや最後の砦とのこと。私がいなくなったら部署が本当に大変なことになると嘆いている。私も課長に気づかれないようにみんなの仕事のフォローに入ることにした。私のアドバイスを受けて仕事が何とか回るようになってきていた。だけどある時に私が手伝っていることがバレてしまった。私はうんざりするほどの暴言を吐かれた上に仕事のほとんどを奪われてしまった。お前の席は今日から給湯室だなと言われ、それから私は冷蔵庫のモーター音だけが聞こえる退屈な給湯室でぼーっと時間を過ごすだけの存在となっていた。同僚や後輩たちがたまに顔を見せに来てくれるけど、全く仕事の話をすることはなかった。どうやら他のみんなも課長から圧力を受けているようだった。やることがないなら会社を辞めても同じかもと退職を考えるほどに追い込まれていた。ある日、大口の取引先の社長が我が社に来訪するという話が部署内に舞い降りてきた。社内はざわついていたが、課長は一人嬉しそうにしていた。この取引が決まればさらなる昇進が見込めるからだろう。課長が私に、お前に重要な仕事をやる、お茶組をしろと命令してきた。私は一言、わかりましたとだけ言って給湯室に戻る。人数分の湯飲みを用意しお茶を沸かし始める。しばらくすると取引先の社長が訪れたと
受付から連絡が入ってきた。この会社にとっては生命線といえる大企業の相手。そのため会社の社長や重役たちがこぞって相手を出迎えていた。そこに課長の姿もあった。話し合い等をするために全員が応接室に集まる。そこに私がお茶とお菓子を持って入っていった。課長が私のことを見て得意げににやりと笑ってる。お茶とお菓子を配るため取引先の社長のところに近寄ると突然立ち上がり驚いたような顔でこちらを見てきた。私もその見覚えのある顔には驚きを隠せなかった。あ、あなたは。と相手の社長が言う。その発言の直後、応接室の空気が一変するのを感じた。お久しぶりですね。と社長が言い、私の肩を軽く掴んでくる。その節はどうも、お元気そうで何よりです。と私が返す。嫌な予感を覚えたのか、課長の顔色が徐々に悪くなっていくのが見て取れた。課長が、この方とはお知り合いなのか?と私に尋ねてきた。どう説明しようか悩んでいると、取引先の社長が、傾いていた経営を持ち直すために、いろいろとアドバイスをくれたんだよ。と満面の笑みを浮かべて話を始めた。またある時は、寝食を削ってまで尽くしてくれたりもしていたんだ。一般社員という立場でありながら、一つの企業を支える大黒柱のようなポテンシャルを持つ彼女が救った企業は、私のところだけではない。多くの人が彼女に感謝をしている。と、取引先の社長が課長に説明をしてくれた。取引先の社長が、お茶組みをしてくださったのは、私が来ることを知っていたからですか?と私に質問をしてきた。どのように返事をしようか数秒戸惑っていると、間髪入れずに課長が、実はそうなんですよと席を立ち大嘘をついていた。私に対しても話を合わせろと言わんばかりに目くばせをしている。それを見て私は課長のこれまでの諸行を暴露することにした。急遽猫を噛む。こんなチャンスはなかなか来ない。復帰してからの私への対応、部署内での部下へのことなど、包み隠さず、取引先の社長、我が社の上層部に向けて話した。しかし、追い詰められた課長が、暴言を言い散らかす。この女にそんな能力があるわけがない!とか、でたらめなことを並べるんじゃない!まるで子供のダタのようなことを言い出していた。それに一喝したのが、私の勤めている会社の社長だった。彼女のおかげで、今のうちがあるんだぞ。そんな方をそんな風に扱っていたとは、なんたることだ。と。みんなはこの女に騙されているんだ。と、わけのわからないことを言い出す課長。それを聞いた取引先の社長は、冷めた目になっていた。君は本当に何も知らないんだね。と悲しげな表情で話し出した。取引先の社長によって私がどういう人物なのか説明がされた。私は取引先の会社のさらに上の立場。そう、大企業グループの会長の娘なのだ。彼女のその能力と頭脳は幼少の頃からの英才教育によるもの。しかし事情があって彼女は本家から離れた場所で暮らすことになってしまったんだ。私は自分の素性をさらされ顔をあからめていると。この話が会長の耳に入ればどうなるかは言うまでもありませんね。と取引先の社長が言った。その言葉に重役たちが震え上がり、今日のことを秘めてもらえるように懇願していた。同時にこれからの取引の継続についても続けてほしいとお願いをする。だが取引先の社長はこれらを受け入れることはなかった。人を大事にしないような会社には未来などありません。と言ってその日は帰ってしまった。
取引先の社長が帰った後、我が社の上層部たちが福原課長を問い詰め出した。福原君、君には説明はしていたはずだが。社長がものすごい剣幕で課長に詰め寄る。私が復職するにあたって社長から説明をされていたらしい。だって中堅と、この後に及んで課長は学歴のことを言い訳にしていた。自分よりも下の学歴だと知って調子に乗っちゃってしまったらしい。ご愁傷様です。私は誰にも聞こえない声でぼそっと言った。後日、福原課長は左遷となり、新しい人が課長に就任した。他の人から聞いたんだけど、福原さんは左遷先でも相変わらず学歴を傘に着て煙たがられているようだった。そのせいで今では窓際に追いやられ、一人ひっそりしているらしい。その後、いたたまれなくなり会社を去っていったと聞いた。そして私たちの部署に来た新しい課長はというと、物腰のとても柔らかい人のようだ。だけどそこまで能力値の高い人とは思えなかった。どうも私におべっかを使っている感じがするけど、社長、何か言ったのかしら。課長、私におべっか使わなくていいですよ。一人の部下として扱ってください。ごめん。と、額に冷や汗を流して謝る課長。まあ、しばらくはこの状態が続いちゃうでしょうけど、ただでさえ優秀な人材が欠けている会社。昔のように業績を上げていくのは、なかなか骨の折れる仕事だ。しかし、以前と比べれば、職場の雰囲気は明るくなった方。仕事もみんな均等に割り振られるようになっていた。私は密かに新課長を支えながら会社のパワーアップに尽くしていく。ちなみに先日の件ですが、会長、私のお父さんの耳には入ってはいない。私の頼みで取引先の社長からは言わないようにしてもらっていたからだ。大げさにするようなことでもないし。その後、私を含めた上層部たちで取引先に向かい、再度契約を結んでもらうために訪れた。新課長の横で補佐をしつつ、契約を結んでいく。話はトントン拍子に進み、我が社の危機は何とか免れた。会社に戻り、部署では取引の結果を同僚や後輩たちが心配そうに待ってくれていた。無事に契約が取れたことを報告して、その日は仕事を切り上げて打ち上げをした。打ち上げの席で私のことが気になる同僚や後輩たちがいろいろと質問をしてきた。大城さんって一体何者なんですか？それには新課長も興味津々だったらしく、僕も聞きたいと言っていた。お酒も入っていたせいか、私は自分のことを話すことにした。私の家庭は両親と兄と私の4人家族。私と実の兄、大城亮が生まれたばかりの頃、両親は2人とも仲が良かった。そこに使用人や私の教育係の吉田慎介さんなど数人が一緒に住んでいた。私がここまで育ったのは吉田さんの教育の賜物だと思う。吉田さんは当時20歳そこそこの若いお兄ちゃんって感じの男性だった。優しく一つ一つ丁寧な教育方針は私にぴったりだったらしく、私はめきめきと礼儀作法などを身につけていく。私はイケメンお兄ちゃんの吉田さんに憧れを抱いていた。両兄さんも吉田さんに懐いていて、3人でよく遊んだりしていた。家族らしい温かい時間をみんなで過ごしていた。事態が急変したのは、お父さんに癌が見つかった時だった。後継ぎを急いで育てなければという理由で、私と兄さんに厳しい英才教育を施すようになったお父さん。今までの教育方針とは違い、むちゃくちゃなやり方に、私も兄さんも勉強が嫌で嫌でたまらなかった。吉田さんもその教育方針には納得していなかったが、お父さんには逆らえず、しぶしぶ私たちに
英才教育をしていた。嫌な気持ちで勉強する自分たちを憐れんだお母さんが、お父さんに対して一言苦言を呈した。それがきっかけで二人は大喧嘩することになり、夫婦の中に亀裂が入っていった。時間が経過するにつれ、二人の関係はどんどんこじれてしまった。これ以上自分たちのせいで子供たちが曲がって育ってしまうのは嫌だと、お母さんが離婚を提案した。最初、お父さんは大反対をしていたが、お母さんの言葉に自分のせいで壊れかかっている家庭を認識した瞬間、俺はバカだと言って涙を流した。自分の行いを悔いたお父さんは、仕切り直しをするためにもお母さんの提案を受け入れる。その際、私はお母さんと共に暮らすことになった。だが、私の姓だけは大城のままでとお母さんが願ったために、私の姓はそのままになっていた。兄さんはお父さんのもとに残ることとなった。それから数年、私は吉田さんから教えてもらったものを糧に、中学、高校、そして大学まで進んだ。兄弟それぞれ別々の道を進み、大人になっていった。会社に就職してからは、様々な会社をコンサル、手助けしつつ、実力を身につけていった。例の課長の一件後、私のもとに兄さんがやってきた。お父さんの癌も、ずっと昔に完治していることを聞かされて、一安心。お母さんも仲のいい友達と趣味に興じたり、出かけたりしていると伝えた。兄さんもそれを聞いて、ほっとしていた。兄さんの話から、お父さんはすっかりと丸くなって、優しい人になったと聞かされた。私の入院費用も負担していたことを、この時に初めて聞かされた。私は寝ている間にも、いろんな人に迷惑をかけていたんだと実感した。私は兄さんと話したことをお母さんに伝えた。そして二人の再婚を私が提案してみた。お母さんは最初かなり悩んでいた。自分が離婚を切り出したのに、また一緒になるだなんて虫が良すぎると思うからと。そこで私が、お父さんのこと今でも好きなんでしょ?と尋ねると、うん、と答える。だったら答えは一つしかないじゃないと言って、兄さんと力を合わせ、二人をデートに行かせることにした。休日を使い、二人を合わせることに成功。最初こそ戸惑っている二人だったが、私たちの後押しで以前のような愛し合う関係に戻れた二人は、再婚することを決意する。私と兄さんは二人の再婚を祝福するのであった。家族が再び元に戻り、私とお母さんも昔住んでいた家に戻ることになった。そこには昔と変わらず、使用人と教育係をしてくれていた吉田さんの姿があった。お嬢様、随分ご立派になられて。白髪が増えてイケメンおじさまに変貌した吉田さんが、私を見て行ってくる。吉田さん、それに皆さん、ただいま。数十年ぶりの再会なので涙が止まらなくなる。その日の夜は吉田さんも交えて夕飯を食べることになった。両親の離婚後、吉田さんは兄さんの専属教育係になり、お父さんの立派な跡継ぎを作るとして英才教育を施したらしい。そして今では近くに家を建てて、奥さんと娘さんが一人いると教えてくれた。今は教育係を終えて秘書として働いている。思い出話に花を咲かせて夕食を終えると、娘さんの待つ家に帰っていく吉田さん。今度、娘さんに会わせてください。帰りに私は吉田さんの娘さんが気になったので、紹介してもらうことにした。かしこまりました。吉田さんは深々とお辞儀をして帰っていった。家族だけがリビングに残ると、兄さんからある提案を受けた。それは私を実家の会社へ転職しないかということだった。今の会社には復職まで席を置いてもらっていた恩義もあるため、
今すぐ承諾することはできなかった。そのことを兄さんに話すと、わかった、無理強いはしないよ、と納得してくれた。後日、社長のところへ向かい、兄さんからの提案について相談した。我が社にとっては痛手だけど、ミキ君はお父様のところで働いた方がいいよ。社長は渋々という感じで送り出してくれた。私は退職に向けて引き継ぎの準備を進めた。順調に引き継ぎを終えて、ついに退職の日がやってきた。長期休暇で席を残してくれていた私を受け入れてくれた会社には感謝してもしきれません。退職の日、部署のみんなに挨拶をする。ここで培ったことを次のところでも生かしていきたいと思います。感謝の言葉を述べて会社を後にした。翌週には実家の会社に入社した。大企業ということもあって、給料は今までよりもずっと多くなった。それに、その企業は学歴よりも能力を重視する場所なので、私にとって転職そのものだ。コネ入社になる私を妬む人も何人かいたけど、周囲の人たちに負けないように自分の能力を日々磨いていく。私はこれまでの能力を発揮して数々の案件を獲得、会社での信頼を勝ち取っていった。仕事に慣れてきた頃にある人から電話がかかってきた。要件はとある会社の面倒を見てほしいというものだった。内容を確認するとそこは私が前に勤めていた会社だった。どうやら有能な人材が減ってしまったせいで会社全体が倒産の危機らしい。それを何とか助けてあげてほしいというものだった。私が辞めたことで業務がまた回らなくなっている。例の会社の社長たちとの会談が行われた。そこで会社の現在の経営方針や企画などをチェックしてみた。内容は昔のままずっと変わらない古臭いやり方や取り組みばかりだった。ここで新しい時代に切り替えていくべきだと強く提案した。システムによる一括管理や広報の媒体等を最新のものへと変更。それから時代に沿った目新しい企画を立ち上げる。それに伴い新人の教育方針も変更していった。長年勤め続けてきた古参の中年及び高齢の社員たちはこの変化になかなか追いつけないだろう。それを考慮して多くの人を経営戦略室へと配属し、今までの経験が活かせるようにした。残すべきところは残し、変えるべきところは変える。それを続けていった結果、不安定だった会社の業績が安定するようになっていた。流れを改善するだけでもここまで持ち直すことができると社長に説く。社長はこれからは時代の流れにもっと敏感になろうと決意していた。時代の流れもそうだけれど、人も大事にしなくてはなりませんよ、と私が一言添える。会社とは富の源流から恵みをすくい取るための器。大事なものではあるけど、その器を構築する素材や恵みを運ぶ方法をないがしろにすれば、その分損となって帰ってくる。その流れを作ったり、器の強さとなる社員たちこそが会社の最大の宝だと、そう自分の父が教えてくれました、と私は社長に言った。ある日、吉田さんが我が家に娘さんを連れてきてくれた。小学生になったという娘さんはとても可愛らしくて、鼻の下が伸びてしまった。娘さんとも仲良くなり、吉田さんには、お嬢様にかなり懐いてますね、私より懐かれてるんじゃないですか、と嫉妬されてしまった。そんなことないわよね、と娘さんと顔を向き合わせて言う。そんな私たちを両親が微笑ましく眺めていた。再婚して以来、私の両親はすっかりと仲が良くなっている。私たち兄弟がいても二人の空間を作って、新婚さんのようなラブラブぶり。時々休日を作っては、みんなで旅行に出かけたりするようにもなっていた。家族旅行ではよく温泉に行く。その際、
お母さんと二人きりになることがあるので、女子トークに花を咲かせる。お母さんは再婚してから、ますますお父さんを好きになったようだ。恋する乙女のような顔で、キャーキャー話してくれる。あなたはどうなの？ミッキー、いい人は見つかった？お母さんから突然私の恋人について聞かれた。今はまだ仕事が優先だから、恋人はいらないかな。あなたもそろそろ恋をして、いい人を見つけなさい。恋人はまだいらないという私に、恋を勧めるお母さん。毎日、家でラブラブしている二人を見ているだけで幸せだよ、と、皮肉を込めて言ってみる。えへへーっと、照れて皮肉に気づかないお母さん。ああ、暑い暑い。のぼせちゃう。私は、温泉の熱と、お母さんのラブラブ両方にのぼせそうになったのでお風呂から上がる。浴衣に着替えて部屋に戻ると部屋には豪華な夕食が並べられていた。家族が揃い夕食を食べる。両親が再婚したことで再び家族の時間が戻ってきたことを喜び美味しく料理を楽しんだ。また来ようね。みんなで。次は吉田さん家族も交えて旅行したいと提案する。ああ、必ず来よう。兄さんもお父さんも私の提案にうなずき、旅行を終えたばかりなのに次の日程を決めようとする私だった。その後も私は仕事に夢中になっていた。兄さんを中心として回っている企業グループを支えるためにみんなで力を合わせることもあった。中でも私は自分の仕事もこなしつつ、喜んで兄さんの手伝いもしていた。私が面倒を見た例の会社は、以前よりも規模が大きくなっていた。優秀な人材も増え、会社の業績も年々アップしている。また、教育係の人が経営する会社とも取引を再開させた。自分の身の回りでの出来事が、良い方向へと動いていることに、喜ぶ私であった。はじめまして、大城美希です。今日は新たな会社との取引の日。私は取引先の応接室に赴き、担当者と対面する。相手先の担当者は私と年齢が近い男性だった。よろしくお願いします。深々と頭を下げ、名刺を差し出す。そんな彼がニコッと微笑んだ。その笑顔に私の前を、爽やかな風が吹いた感じがした。私はその顔に見とれてしまい、彼から手渡された名刺を持ったまま固まってしまった。どうかしましたか？はっと我に返り、顔をブンブンと振る。すいません。私は取引の間、彼の目を見て話すことができなくなっていた。今日はありがとうございました。取引を無事に終えて、私は席を立つ。その間ずっと胸のドキドキが止まっていなかった。それでは、失礼いたします。応接室を出ようと、ドアノブに手をかける。大城さん！と、担当の男性から声をかけられた。いきなりこんなこと言って、変なやつと思われるかもしれませんけど。頬をかき、少しよそよそしく話す彼の言葉の続きを待っていた。この後、お時間ありませんか？頬をあからめて言う彼。私が戸惑っていると、立て続けに。あなたのことが気になってしまって、今夜ご飯でもどうですか？と言ってきた。へえ。いきなりのことに私の頭はパニックになった。どんなことでも定期的な手入れが必要となる。それは会社のシステムでも人間関係でも言えること。確かに場合によってはその手入れも面倒だったり困難だったりするかもしれないが、過去の姿にすがり続けて今をないがしろにするようなものに未来はない。私はこれからも常に自分という人間の知識や技術を更新していこうと心に決めたのであった。いかがでしたか？
チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。